ラジオ伊集院光とラジオと5月28日木曜日、時刻は8時30分になりました。おはようございます、伊集院光です。おはようございます、 TBS アナウンサーの喜入智広です。おはようございます、木曜パートナーの柴田理恵です。一応 TBS ラジオの、まあ、中の決まりの、スタジオ内の人数制限みたいな少し緩和されまして、はい、一応アクリル越しではありますが揃ってますね、今日はスタジオの中に、ね、お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。今後ともよろしくよろしくお願いします。お願いします。賑やかでいいね、やっぱりね。なんかやっぱそうです ね、 ね、そんな中今日の朝の話題は、はい、何から話そうかな。え、うちの庭っていうかさ憲兵率の干渉地点みたいなところがあるわけですよね。それこれ以上は建てられないからっていうところに、うん、グミの木が植わってんの、うん、今引っ越してきた時からずっと、うんうんうん、でそのグミの木が真っ赤な実がついて、うん、うちのかみさん食べたら、うん、なんかこう思った以上に苦酸っぱいと、うんうんうん、でそれを柴田さんとメールでやり取りしてたら、そうそう、あれで色はでも本当に真っ赤でね、かわいい美味しい感じなのよ。であら懐かしいって話になったと、うん、じゃあ持ってってっつって今日そのグミの実を積んで持ってきて試食会があったんですか、うん、苦酸っぱい、苦酸っぱい、思った以上にびっくりした、うん、こんな美味しそうな真っ赤な、すごい砂糖錦みたいな色してるんだ、桜色の真っ赤な感じがしてんだけど、子供の頃もっといやもっと甘かったよ。私の思いはだからあの奥さんがね、ミカちゃんが苦酸っぱいんですけど、そんなことないでしょ、もっと甘かったよ昔はって言ったんだけどさ、実際食べたらものすごい苦酸っぱい。これがどっちなのっていう話でね、うん、例えば品種が違うんですとか、うん、ねってことなのか、自分たちが大人になるにつれて甘いということに麻痺してきてて、うん、同じもんなんだけど今苦いだ酸っぱいだ言ってんのかって話なんだけど、少なくともキーレ君はこの木の実のグミの実は初めてです。グミ食べたことあるって言われて、あのお菓子のグミからそうかそうだよね、グミの実ってあるんだ、果汁グミみたいな、はい、あれはね、あの本当のかあの何果物からこのグミが元なんです。元なんです。なんかそうだよ、あれに似てるから、これに似てるからあのグミってお菓子なんだ。それをさっき知りました。え、で、あ、嬉しいね、東大生の知らないこと言うの、うん、やったね。で、え、食べた結果は苦かった。苦い。後味はちょっとブドウっぽくて、はい、うん、後味はただお口直しにのど飴を柴田さんからいただきました。必要な。でこれもさ、わかんないのが、この間日本行動のコーナーで、つつじ毒があるつらってありましたね。だから種類が違ったりとかなんかするのかな。だけどね。ねえ、わかんないもんだ。不思議な味。なんかそれもう今の家越してきて。多分20年ぐらい経つんですけど、うん、10年目ぐらいの時に自分が、うん、あの木切ってそこにあの物置建てたいんだっつって、うんうん、いらないだろあんなのって言ったら、うん、うちのかみさんがあなたは見てないけどなんかこう、時期が来ると実がなって、うん、でそれが売れて、うん、鳥が食べたりしてるのを見てると悪くはないわよって言われて、うんうんうん、あの木は無駄ではないわよって言われて、無駄ではないよ結局今日、ね、トークネタになるのさあそれじゃあ今週のメッセージテーマいきましょうかね。はい、今週のメッセージテーマはで最近どう、さあ最近どうしてますかっていうね、うん、はい、ことで、今日もですね生電話で話してくださるリスナー募集中です、はい、番組中電話かけてもいいよという方は、メッセージの後に電話番号と電話 OK を書いて送ってください。いきなりリンってなるんじゃないんで、ちゃんとスタッフがいいですかっていうのを言ってから、うん、心の準備をしていただいてからつなげますんでさあそんな中柴田さん怒んだろうな、栃木県女性さつきさん42歳、はい、置き配って最近あの宅配便をこう置いとく、受け取んないでも玄関前に置いといてくださいっていう、はい、あれがどんどん流行ってきてるんです、はいはいはい、いろんな出前とかでも置き配をしてくれるんですけども、まあ、濃厚接触にならないから、うんうんうん、業者の人も自分もすごくいいじゃないっていうのが流行ってるんですけどね、うんうんうん、2、3日前、はい、置き配盗まれました。腹立つわ。なんでそんなことすんのね。休校中で子供の面倒を見ていて置き配をすぐに受け取れず、うん、30分ぐらいしてから受け取ろうと思ったら荷物が1個足んない、うん、あら
でね、中身はメルカリで買った300円の古着で、うん、私のサイズは大きいし、うん、盗んだところで何ともなんないもんだと思うんだけど、うん、なんか取られてムカつくっていう。そりゃそうで、誰が取ったんだろう。なんかニュースでも出ててさ、置き配泥棒いるって言うんだけど、ほんと俺ね、意味わかんないのは、うん、置き配って何入ってるかわかんない。わかんないじゃんね。そうで、しかも置き配ってそう高価なものはしませんよ、うん、ね、うん、あれ持ってってどうすんのっていう。ほんとだよね。自分でね、最近置き配で注文したものをチェックしてみたら、うん、一つはファミコンを解体するときにしか使えない特殊なネジ回し。450円。ネジ回し。で、あともう一個は、コンセントを三つ股にする。ああ、そういうやつ。やつ。やつ。それをさ、盗んでさ、何の目的も、何、高価なものも入ってないだろうし、うん、たまたま欲しいものが泥棒を盗めるわけもないじゃん、うん、何のためになんだよっていう。本当だよね、あんたの儲けも少ないし、世の中の嫌な思いはすごいじゃない、うん、どうしたもんかね、置き配。本当だよ。俺思ったんだけど、宅配業者が、うん、GPS の入ってる置き配の箱を貸し出しすりゃいいと思う。ああ。希望の人よ、希望の人に。うちにそれ一個送ってくださいって言って置いとくじゃん。うん、で、盗まれたら絶対辿られちゃうじゃん。うん。そうするとさ、それをさ、まあ、例えば、1万個に1個でもあればさ、うん、もう泥棒怖くて取れないじゃん。うん、そうだよね。そうですね。もしかしたらこれって。うん。入ってかもって思うから。ね、やだね、なんかね。やだね、なんだかな。泥棒の中でも悪い泥棒だよね、なんかね。せこい。せこい。だって。でさ、信用、こういう非常時だからこそさ、信用っていうものをね、うん、担保にしてこうやってやってるわけだからさ。あまっちょろい考えかもしんないけど、俺たちの住んでるところはなんか置き配大丈夫なのが誇りみたいなとこ あるじゃないですか。そうなんだよ、ね、腹立つ、腹立つ。聞いてる、聞いてる泥棒。本当だよ、泥棒聞いてんのかよ。泥棒聞いてる。さあ、じゃあちょっとメッセージの宛先お願いします。はい、メールアドレスは ij@tbs.co.jp ij@tbs.co.jp、 ファックスは03-5562-0954 03-5562-0954、 また番組のホームページの投稿フォームやメール投稿アプリ伊集院光とラジオとスマホとからもご参加いただけます。おはがき封書の宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光とラジオとメッセージの係までお願いします。メッセージをご紹介させていただいた方には番組ステッカーをプレゼント。さらに毎日1名様に美味しさと品質の山崎からデザートギフト果樹園初と一口羊羹の詰め合わせをセットにして山崎からプレゼントいたします。はい、ということで TBS ラジオ伊集院光とラジオと今日も11時までお付き合いください。伊集院光とラジオと10時からのゲストコーナーにはタレントで元女子プロレスラーの北斗晶さんが登場。最近はどう過ごしているのか、ご家族の話も交えお聞きします。お楽しみに。僕たち広告ダメダメ3匹。僕の名前は古代。特技は自分を大きく見せることさ。いいかしてる。決まってる。そんな大げさな。嘘ぴょんは嘘つきで、古代は大げさで、紛らわしは紛らわしい、広告で彼らを見つけたら、ジャロエ。広告の嘘、大げさ、紛らわしいに関するご意見は 03-3541-2811 へお電話ください。皆様のご意見をより良い広告のために生かします。日本広告審査機構、ジャロ。桃太郎はあまりの暑さに桃を飛び出し、暑い、川を泳いで行ってしまいました。かぐや姫は森林伐採で竹を見つけられず、どこ、人魚姫はゴミが邪魔で地上に上がれませんでした。物語が変わる前に守りましょう地球環境。民放連です。 SBI 生き生きショータン。皆さん、人生の終わりに備える活動、就活について家族と話したことはありますか？タイミングが悩ましいかもしれませんね。そんな方は保険で家族に託してみてはいかがでしょうか。
SBI 生き生き翔太の死亡保険なら、例えば54歳の女性の場合、月々490円で100万円の備えができます。490円ならお財布に優しいですね。保険料は年齢や性別、加入コースによって変わりますが、お申し込みは84歳の方まで可能です。就活の第一歩として検討してみませんか？資料のご請求は通話料無料 0120-46-1234 46-1234 まで。今なら資料請求でプレゼントが当たるキャンペーン中。今すぐ SBI 生き生き翔太までお電話ください。日本行動がお送りする伊集院光とラジオとお便りとです。時刻はまもなく8時41分になります。この時間は皆様からいただいたメールやお便りを紹介いたします。まずは日本行動からのお便りです。この週末、衣替えで夏服を出す方も多いでしょう、そんな夏服の定番アイテムが襟のついたポロシャツですが、このポロシャツはもともと何をするために着るものとして考案されたのでしょう。ポロじゃないの？ポロじゃないの？スポーツのポロ。そのポロ、そのイギリス発祥のスポーツのポロではなく、テニスです。テニスなんですよ。一世紀ほど前、テニスはワイシャツに似た長袖シャツを着て行われていました。でもこれでは動きにくいということで、ある人物が目をつけたのが、ポロの選手が着ていた柔らかな素材の丸首の半袖シャツです。そこで、これに襟をつけてテニス用にしたものがポロシャツの始まりなんだそうです。ややこしい。じゃあ、テニスシャツって名前つけりゃよかったんじゃないの？そうなんだ。なんかわかんないけど、プロトタイプとか、その襟のない状態がポロシャツなんです。ポロシャツなんです。そうだよね。はい、でいて、それに襟をつけたんだから、テニスシャツってつければいいのに。あのポロのファンの人がうちからパクったくせに、あれ襟つけただけで、テニスシャツつってるからつわかんないけど、割合をつけた感じかもね。なんかそポロに関するすごいくだらない話があって、ポロじゃないけど、クリケットから、クリケットね、河野くんゲームすごい好きで、海外のクリケットのゲーム、テレビゲーム、ルールわかんないのに買ってやったら、いきなり、いわゆる野球でいうホームランみたいに打っちゃったらしくて、すごい湧いてるの、ゲームの中は。なんだかわかんないっつって、だけど、で言って、今度ポロのゲーム買ったみたいな話してて、河野の中で知らないスポーツのゲームを、本場のゲームを買ってやるっていうのがすげえ早い。いいですね。なんだかわかんないけど。なんだかわかんないけど、褒められたり、けなされたりとかするっつって。さて、衣替えといえば、大切な冬服の保管に欠かせないのが、防虫剤。平安時代には香料を含んだ匂い袋がその役割を果たしていました。単に虫を退治するだけでなく、貴族たちはこの匂い袋から着物に移る香りも楽しんでいたそうです。日本では古くから暮らしに役立ち、遊び心がいっぱいの香り文化が育まれていたんですね。香りの伝統を今に受け継ぎ、未来を切り開く日本行動です。日本行動からのお便りでした。さかいまして、皆さんからのお便りで最近どうなんですが、はい、ラジオネーム元藤娘さん、女性66歳、はい、昨年退職して何十年かぶりにまたラジオを聞くようになりました。あら、ありがとうございます。で、私の母校は鹿児島県日置市伊集院町にある伊集院高校です。おお、かっこいい。で、関東ではなかなか聞くことのない地名そうだね。で、まあその校名自体もあんま有名ではないからっていう、なんだけど、毎朝伊集院さんが伊集院です伊集院ですって言うと、なんかすごい懐かしい気持ちで、なんかわかるな。今日はその勢いで同級生を思い出してハガキを書いてみました。新型コロナウイルスで大変な時ですが、どうぞお体に気をつけて楽しい放送を届けてください。楽しみにしてます。嬉しいですね、ありがとうございます。伊集院何度か行ったことありましてね。お、はい。で、まあ鹿児島なんで、伊集院黒豚ラーメンみたいな、パッと見て豚って今言ったみたいな感じとか、伊集院饅頭とか、伊集院饅頭、伊集院饅頭と駅前伊集院饅頭ってその饅頭屋さんがあったりとか、面白い。あと一軒うまいラーメン屋があったんだよな、イケメンっていう名前の伊集院イケメンラーメン、それ伊集院ついたから伊集院ちょっと言うとイケメンっていうラーメン屋さんがあって、それくだらなくて、若手と、
こなんつったの、ゲーム遊びで、そんな名前の店ねえだろうみたいなやつのギリギリを攻めるってはずよ。で本当にあったら行かなきゃいけないってルールなんで、そしたらこのイケメンっていうラーメン屋さすがにないだろうっつって、言ったら伊集院にあって、たまたま。美味しかったんだよ、言ったらこのイケメン美味しくて。いやー、伊集院生まれ。今日何度も伊集院、伊集院言いますけど。あとはですね、洗濯機くらいのチキンさん、50歳男性の方。はい。休み続きでテレビを見る時間が増えた。うん、やっと最近ゆきぽよちゃんとみちょぱちゃんの区別がつくようになってきました。あの年齢いくとさ、雑な引き出しに入れるってわかりますか。わかるわかるわかる。この人っていうとこ入れちゃうから、うん、分かる。なかなかわかんない。まず最初にあのアイドルグループは入っちゃうの。わかる。あの AKB とかのファンの人は怒るけどさ、俺らからしたらさ、うん、この可愛い子ちゃんで最近出てきて、うん、なんかそういう子だろってなっちゃうんだよね。英語3つか、うん、坂がつくかどっちかんだよ。そうそう、何坂かもうすっかりわからないもん。どの坂かなんだよね、うん、でなんかよっぽど特徴がある子はわかるようになるのよ。クイズで何度も一緒やって、ね、この子クイズ得意なんだってなると、そう、山崎れなちゃんだみたいなわかるようになるんだけど、それ以外は坂だなこれはぐらいになっちゃうんだよね。坂かっつってね。あの怒ってる人いるかもしれないけど、大体デブが同じとこ入ってるんです。そして、ありがとうございました。ありがとうございます。貞吉が送ってくれた緑の箱の毎日香、菩提樹と白檀の香りで煙極小香りを抑えめ、残りがも少ないナチュラルな使い心地。こんな気遣いできるようになってね、お父さん。お線香は毎日香ナチュラル。日本行動。日本行動がお送りした伊集院光とラジオとお便りとでした。今こそ聞こう TBS ラジオ。時刻は8時48分。続いて東京都がお送りする都民ニュースです。今日は新型コロナウイルス感染症を乗り越えるためのロードマップと第2回東京都感染拡大防止協力金についてお知らせします。はじめは新型コロナウイルス感染症を乗り越えるためのロードマップについてのご案内です。東京都は現在感染症防止と経済活動の両立を図りながら、新しい日常が定着した社会の実現を目指すロードマップのステップ1の段階です。ロードマップはステップ3まであり、今後は状況を見ながら次のステップに移行していきます。ステップ3では居酒屋を含む飲食店などはアルコールの提供も含め午前0時まで営業が可能になります。またカラオケや接待を伴わないバーといった遊興施設などが再開できるようになります。ただし飲食やアルコールの提供は午前0時までです。パチンコ店や遊園地などの遊戯施設も再開が可能になります。なお接待を伴う飲食店やライブハウスについては国の対処方針などを踏まえ今後対応を検討します。東京都ではこれからも適切なモニタリングなどを通じて感染状況をコントロールした上で段階的な緩和を進め、慎重にステップを踏み施設の休業要請の緩和などを実施していきます。次に第2回東京都感染拡大防止協力金についてお知らせします。
東京都では新型コロナウイルスの感染の拡大を防ぐため5月7日から25日までの緊急事態措置の期間に都の要請などに応じて施設などの使用停止に全面的に協力いただいた中小企業の事業者や個人事業主 NPO 法人などの方々に対し協力金を支給する予定です。第2回の申請の受付期間は6月17日水曜日から7月17日金曜日までの予定です。協力金の支給額は50万円、複数の店舗や施設で休業などに取り組む事業者は100万円です。対象要件や申請の方法については6月17日に立ち上げる第2回専用のウェブ申請サイトをご覧ください。こちらのサイトにて申請をすることができるほか、提出書類を郵送または都税事務所へご持参いただいて申請することも可能です。また今回申請する店舗や施設が第1回と同じ方については提出書類を簡素化する予定です。お問い合わせは東京都緊急事態措置等感染拡大防止協力金相談センター電話 0353880567 0353880567 番まで。土曜日曜祝日を含む毎日の午前9時から午後7時まで受け付けています。おしまいのお知らせです。緊急事態宣言は解除されましたが、新型コロナウイルス感染症を乗り越えていくため引き続き手洗いの徹底やマスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保、3つの密を避ける行動をお願いします。都民ニュース、本日の放送内容はTBS ラジオのホームページにてご確認いただけます。都民ニュース、東京都がお送りしました。腰や肩、そして首の痛みは職業病だと諦めている、そんなドライバーの皆さん、再春館製薬所までお電話ください。長い時間同じ姿勢で運転していると、腰から太ももにかけてチクチクとした痛みを感じたり、車から降りようとした途端ズキンと鋭い痛みが走る、ハンドルを握っていると腕はもちろん首や肩甲骨周りまで重だるくなってしまう、そんなドライバーの皆さん、その痛み一人で悩まずに再春館製薬所の通算等で前向きに付き合っていきませんか。通算等はあなたの腰や首、肩の痛みを徐々に和らげていく漢方に学んだ医薬品です。無料試供薬のお問い合わせは 0120-305-305、 朝8時から夜10時まで。この医薬品は薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。ここでカルピスからのお知らせです。5月も終盤、気温も上がり少し汗ばむ陽気になってきましたが、この季節におすすめなカルピスを使った爽やかで彩り豊かな飲み物をご紹介します。家族みんなで楽しみながら作れるカルピスのコロコロフルーツ炭酸割りです。お好みの旬のフルーツをスプーンなどで丸くくり抜き、氷と一緒にグラスに入れ、カルピス1と炭酸水4の割合で注ぎます。仕上げにマドラーで軽く混ぜてミントの葉を乗せれば完成です。くり抜いたフルーツをコロコロっと入れ、炭酸水をシュワシュワっと注げば家族みんなで楽しく作れますよ。またウェブサイトではカルピスを使ったアレンジレシピを掲載していますので、カルピスレシピと検索してみてください。TBS ラジオをお聞きの皆さん、あなたの会社や商品、キャンペーンを TBS ラジオで紹介しませんか？ CM 内容や価格などお気軽にご相談を。詳しくは TBS ラジオ広告で検索してください。近
刻はまもなく8時55分です。ここで東京スター銀行がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の桜井園子さん、おはようございます。はい、おはようございます。首都高速道路は湾岸線の東行き東海ジャンクションの手前では緊急工事が行われています。2車線が規制されているため東扇島付近からつながって通過に1時間くらいかかっています。一般道は都内、日光街道の上りは足立区千住大橋の手前でトラックと乗用車の事故の処理が続いています。左車線が通れず2キロ、通過には20分。埼玉県内は県道熊谷寄居線深谷市の畠山付近、故障車のため片側交互通行が行われ、下り線1キロです。警視庁から以上です。桜井園子さんでした。 TBS ラジオ交通情報、この次は9時21分頃お伝えします。うちの会社今でもそこそこやれてるけど、新しい事業に取り掛かりたいんだよね。でも先立つものがな。それでも大丈夫、あれいける、中小企業応援します。不動産担保ビジネスローンは東京スター銀行。やっぱり車検はコバック、コバック、車検のコバック。はーい、あれインターホン変えた？そうなのよ、近頃物騒だから新しいのに変えてみたんだけど、モニターは大きくて綺麗だし、へー、なかなかいいのよ。じゃ考えてみる、またね。あれ用事は？見える安心インターホン、一戸建てタイプも。ピンポンは iPhone。 伊集院光とラジオと、この後9時からは最新ニュースや気になるニュースを解説、伊集院光とラジオとニュースと、9時20分頃からは自由律俳句を楽しむ豊斎と三等歌と、9時半頃からはプレゼント。今日は第1回伊集院光映画祭プレゼン対決。10時過ぎからはタレントで元女子プロレスラーの北斗晶さんが生出演です。10時40分頃からは週刊伊集院光とラジコとをお送りします。さあ、メッセージテーマで最近どうなんですけども、おはがきいただきました、はい、ありがとうございます。ラジオテーマ、ラジオネーム創作願いさん、はい、試合の予定が飛んでしまっている各種スポーツ、うん、スポーツの雑誌が現在どんな紙面作りをしているか気になって書店でよくチェックをしています、うん、そんな中あるボクシング雑誌の企画、オールタイムトーナメントというのが気に入りました、うん、各階級の歴代世界チャンピオンの中で最強は誰かとシミュレーションする。へー、あー、面白そうだね、うん、まあ、ボクシングお好きなんでしょうね、うん、結局ヘビー級はタイソンなのかとか、うん、ミドル級ゴロフキンはホプキンスに負けちゃうのみたいな、この中では多分いろいろ分析してそのまま書いてるんでしょうね、はいはいはい、でそんなものを楽しんでます。ぶっちゃけ暇ネタといえばそれまでなんですが、逆にこういう時にしか乗らないでしょうから、うん、いろんな雑誌の企画をチェックしています。あ、スポーツ新聞が一生懸命やってるよね、そのプロ野球のその昔の選手のこととか、うん、やっぱ一生懸命書いてて、ああいうの見るとやっぱ力あるなと思いますね、うん、あとですね、柴田さん、はい、柴田さんがちらっと言った、はい、グミについて、はい、ラジオネームブンダバーさんと、グミキャンディーは、うん、ドイツ語でゴムのことをグミと言うからそこから来てるあ、そうなの、あのこの、あの果物のグミから来てんじゃないんだやっぱちょっと弾力があって、あ、そうそう、プニプニしてるから、ちょっと形状も似てるからさ、私絶対あれのことグミって言ってんだなと思ってた、違うんだ、 あのさ、間違いついでなんだけど、うん、俺全然これ心眼定かじゃないんだけど、うん、グミキャンディーの硬さって、うん、乳首の硬さに合わせてるって聞いたことあるんだよ。そうなの、なんかね、人が赤ちゃんの時にお母さんの乳首のあの感触を心のどこかで求めてるから、へえ、だからそのそれに応じた硬さにしてるっていう説を取り合わせたんだけど、え、じゃあグミ好きな男ってやらしいじゃない硬めのグミが好きとか、ね、もう俺好きってなんで脂肪を追求した今ごめん、ヒーレ君がなぜそこ追求したいやー、まあまあ、あのラジオの説は諸説あります、まあ、いろいろこうやって気づいたことを送ってくれるとありがとうございました、勉強になりました。みんなで大家さんに、人生100年時代を生き抜く資産の活用をお手伝いします。みんなで大家さん販売が
9時をお知らせします。伊集院光とラジオとニュースと、この時間は織広ほか各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとニュースと、時刻は9時になりました。改めましておはようございます、伊集院光です。おはようございます、アシスタントの喜入智広です。おはようございます、木曜パートナーの柴田理恵です。ここからは伊集院光とラジオとニュースとの時間になります。早速今日のニュース、別スタジオから初田圭介アナウンサーお願いします。はい、お伝えします。北九州市で昨日新型コロナウイルスの新たな感染者が8人確認されました。感染が確認されたのは20代から80代までの男女8人です。北九州市の感染者はこの5日間で合わせて22人に上っていて、このうち17人の感染経路が分かっていません。感染者が再び増え始めていることから、国はクラスター対策班を派遣し、感染経路などについて詳しく調べることにしています。政府は新型コロナウイルスの感染拡大を受けた経済対策として、事業者への家賃補助などを盛り込んだ第二次補正予算案を閣議決定しました。第二次補正予算案は国の歳出総額としておよそ32兆円を見込み、民間の投資を合わせた事業規模の総額は117兆1000億円程度に上ります。これにより、今年度予算の総額は160兆3000億円と、リーマンショックや東日本大震災時を大きく超えて過去最大となっています。東京高等検察庁の検事長に就任した林誠氏が昨日記者会見し、検察は国民の信頼を基盤にしていて、その信頼を取り戻すのが責務だと述べました。林検事長は新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言中に新聞記者らと賭け麻雀をして辞職した黒川博文前検事長の後任です。記者と検察の関係性については、関係をすべて断つべきではないが、周囲に癒着だと思われないよう関係を保つ必要があると述べています。政府が導入を検討する9月入学について、自民公明の両党の作業チームがそれぞれ会合を開き、直近の導入は見送るべきとする提言の骨子案を示しました。自民党の会合に出席した議員からは、法改正や人の体制の問題に決着をつけるのは難しいと、直近での9月入学の導入は見送るべきという意見が大勢を占めたということです。京都アニメーションの放火殺人事件で逮捕された容疑者が、京アニに対して恨みがあったという趣旨の供述をしていることが分かりました。警察は事件のいきさつや動機について取り調べを本格化させます。おしまいに、新型コロナウイルスの感染拡大が経営に甚大な影響を及ぼしているとして、日本航空が来年度入社の採用活動中断を発表しました。グループ全体でおよそ1700人の採用を計画していましたが、パイロットや障害者を除き採用を中断するということです。ニュースは以上です。初田圭介アナウンサーありがとうございました。気になるニュースについてこの後解説を交えて詳しくお伝えします。半沢直樹に倍返しされ敗れ去った人々、彼らはその後の人生をどう歩んでいるのか。小木曽部長のご指示でしたよね。証拠を見せろよ、証拠を。黒崎さんが出し抜かれたのは半沢くらいですもんね。はあ、いや潰すわよ。はあ、TBS ラジオオリジナルドラマ半沢直樹破れし者の物語 by オーディオムービー、特設サイトからストリーミング配信中。やられたらやり返す、倍返した。ああつ。伊集院光とラジオとニュースと、ここからは解説です。今朝の解説は時事通信社元解説委員長で帝京大学教授軽部健介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さあ、カルベさん、はい、なんといっても経済のことなので、はい、第二次補正予算案、はい、すごい額です、ね。そうですね。こんな額の予算、あの補正予算というのは、まあ、まず空前絶後、絶後かどうか分かりませんけども、うんうん、非常に、異例の事態ですね。はい、はい、異例中の異例。で、まあ、ただ、この第一次補正もそうでしたし、第二次もそうなんですけれども、今、こういう緊急時に、お金を出せるというのはもう政府しかないんですね、はい、ですから、まあ、財政再建の問題はありますけれども、まあ、これだけの額をつぎ込むのもやむを得ないのかなという気がします。ただ安倍さんが記者会見でおっしゃっていたんですけれども、 GDP の4割を占める経済対策打ちましたというふうにおっしゃっていたんですけれども、うん、それは実は事業規模といって、うん、実際の予算の額とはちょっと違うんですね。要するに、これは民間とか、あるいは政府系金融機関とか、そういうところからの融資なども含む、額ですので、うん、まあ、巨額になりがちなんです。うん、で、それをまあ、ただそれを除いても、今回の規模というのは非常に大きいと。うんうん、いうことが言えるだろうと思います。うん、で、ただまあ規模の大きさと同時にですね、私たちはまあ、きちっとこう、チェックしなきゃいけないな、というふうに思うのは、うん、まあ無駄遣い。はい、はい。やはり、これは緊急の、まあ、例えば今回、いろんな支援策がありますけれども、家賃の支援だとか、はい、あるいは、持続化給付金だとか、あるいは雇用調整助成金と、はい、こういう、まあ、国民にとって非常にその、切実な問題に対しての予算の裏付けをすると、いうのは非常によくわかるんですが、はい、一つ一つ細かく見ていきますと、なんでこれが今必要なのみたいなのがありますね。で、特にこれは2時じゃなくて1時なんですけども、GoTo キャンペーンというのがあってですね、はいはい、これもうこれが終わったら観光地行こうぜ、みたいな。それで政府が補助してあげるよ、はいはい。それに巨額のお金がついている。うん、でもそれ今やることかみたいなところが非常にありますね。で、毎回思うんですけど、はい、まあ、なんでしょうね。例えばね、大きな地震があった後に何かこういう予算を出しましょうっていう時とか、はい、まあ、あとそうですね。消費税の中に、その減免するものを決めましょうとかっていう時に、うん、なんつったらいいのかな、取り合いというか、はい、縄張り争いというか、自分の方を向いている人にちょっと甘いんじゃないのかみたいな、うん、その通りですね、ことって起きますよね。あれ、特に今回注意しなければいけないのは、この第二次補正で、10兆円規模の予備費というのが入ってるんですね。はい。で、予備費というのは何かというと、うん、まあ、これ毎年予算に計上されているんですけれども、うん、例えば災害が起こりました。うん、で、そうすると、緊急にお金が必要ですね、と。うん、で、その場合、国費として、予備費という形で、交付するんですね。うん、はい。で、ところが、まあ、10兆も普通は予備費なんかつけません。こんな予備費の金額見たことありません。はい、うん、で、非常に巨額です。で、これ裏を返せばですね、予備費というのは使途が決まっていません。うん、ということは、政治家の前に10兆円の、まあ、なんていうんでしょう、その紙袋がボーンとぶら下がってるような状態なんですね。はいはい。で、これから、いや、これも緊急だろう、あれも緊急だろうなんて言って、その財政圧、質圧力、この10兆円を言ってみれば、つかみ金みたいな形になっては絶対にダメなので、このチェックをきちっとしていかなきゃいけないと。いう気がすごくいたしますね。必要性とか、その、効力とか。その通りです。そうそうです。でも、災害のために取ってやるわけでは、災害、普通は、予備費というのは災害とか、はいはい、まあ、例えば東日本大震災が起こっちゃったと、うんうん。で、これに対して緊急にお金が必要だと。いうようなために取ってあるんですね。うんうん、はいはい、で、予算きちっと全部、全額きちきちってやってしまうと、うん、もうそういう表せがなくなってしまうので、うん、それから補正予算作るといっても時間がかかりますから、うん、予備費というものですぐに対応する。うん、ところが、10兆円も予備費なんて、聞いたことないです。そうか、10兆円って金額のことですね。金額のこともそうですし、その金額がボーンとそこに投げられている、うん、置かれている。そうすると、あそこに財政出動したい。うん、で、それさっき伊集院さんおっしゃってましたけど、自分の関係する業界とかに、ちょっとまあ、うんうん、お金あげたいな、みたいな。これはまあ政治家として欲求が働く、はい、要求してくるでしょう、はい。それをどうやって跳ねつけ、どうやって、その、なんていうんでしょう、まさに、これは必要、これは必要じゃないということを判断していくのかということは、これはきちっと検証していかなきゃいけないというふうに思いますね。今回のことでね、例えば思うんですけどね、例えば、アベノマスクって言うけれども、はい、いざ配られる状況になったらマスクが余ってるっていうことに対して僕別に安倍総理を責めるのは違うと思うんです。だってどういうふうにマスクが供給されるかわからなかったわけだから、それ急いでやったっていうのは、まあまあいろいろ賛否はありましょうけど、僕はそこはそんな気にならないんですけど、逆にちょっと衛生に問題があったり不良品がありましたってなるじゃないですか。だからそれを回収してもう一回配り直しますみたいな時に、なんかお金が膨らんでいくじゃないですか。
あれってなんで国のお金から出るのかがよくわかんなくて、うん、その不良品作った会社が全部払ってくれればいいし、うん、そうだね。もっと言えば損害賠償的にはもう一回回収して配り直すお金も僕そこじゃないのって思ったりするんです、ね、うん、普通会社だったらそうですよね。思うでしょ。でもなんかとかくごちゃごちゃになりがちじゃないですか、そういうのって、うん、さっき言ったように最初いくらでできるって言ったものが急に増えてるみたいなことって、うん、そうですね、いっぱいあると思うんですよね。そうですね、やはりそういうことをきちっとチェックしていくともメディアの一つの役割だろうと思っていて、はい、うん、まあその点でいけば今日の東京新聞の一面のトップにいい記事が出ていて、うん、はい、それは何かというと、まあ今回いろんなその給付金とかが出ている。その中の持続化給付金、はい、これは経産省がやったようなんですけれども、その給付、これはそもそも給付が遅れてるんですね。はい、で、その原因になっているのが、その要するに実態不明の団体に、うん、それを丸投げしてるんじゃないかという疑惑があるぞということを報じてるんですね。はい、で、まあ記事を読むとですね、そこの団体に対して769億円もの、うん、まあ委託費っていうのかな、そういう業務委託費みたいなのが払われていると、これも税金からだと思うんですけど、うん、で、そうするとそういうところが何兆円にもの及ぶその持続化給付金の事務を取り扱っているんであれば。余計透明性が求められるのに、うん、この取材に対してはほとんどノーコメントを貫いているということが報じられているんですね、うんうんうん、やはりこういう一つ一つの実態というのをきちっと、うん、その、まあなんて言うんでしょう、報じていくっていうのが今メディアに求められている役割の一つだろうというふうに思いますね。あとは、その、このニュースは、ふわっとなんとなく終わっちゃったなっていうのが嫌なんで、毎回ちょっと触れていくんですけれども、はい、まあ、検察の問題ですね。はい、ちょっと軽部さんの考えを、はい、私も、まあ、検察というか、司法の記者ではありませんでしたので、はい、まあ、なんて言うんでしょう、専門家ではないんですけれども、ただ、これ、黒川さんに対して、まあ、の人事に対して政治の介入だと。いうふうにこれ問題になった、はい、で私はそれで今回黒川さんがお辞めになって林さんが東京高検検事長になったと、うん、で検事総長になるかどうか分かりませんけれども、これでおしまいでは多分ないんだろうというふうに思うんですね、うん、で何かというと、検察というのは非常に大きな力を持っています、はい、日本は基礎便宜主義といって、うん、まあ起訴するかどうかというのは検察が決めますよということです、はいはい、つまり私たちの一生を決めるかもしれないような権限を検察が握っている、はい、でそうするとその検察に対して誰がチェックをするんだという問題は必ず出てくるんだと思いますね、うん、はいはい、で今回林さんが記者会見で国民の信頼を基盤にしてその信頼を取り戻すのが責務だとおっしゃったと、これはその通りだと思います、うん、でもそのじゃあ信頼をどうやってもう一遍きちっと、うん、取り戻すんだと、うん、それはおそらくきちんと仕事をしてくれるっていうことなんでしょうけれども、うん、検察のチェックというのは今検察審査会等で、はい、例えば不起訴にしたものをこれはもう起訴相当じゃないかみたいなことができるんですけれども、うん、まあこれもメディアの一つの責任として検察の行動というのをチェックしていかなきゃいかんの、だからこそまあ記者として、うん、記者がそういう掛け回しなんかをしたら、はい、まあこれさらに我々も、うん、信頼性を失ってしまうよという話になりますよね。僕思うんですけどね、この問題に関しても、なんとなくうわーって広がって、論点がバラバラになって、うわーってどっか引いてっちゃうようなとこあるじゃないですか。はい、で、確かに、定年の延長をなんとなくの基準で決められても困るっていうのはすごい間違いなく、はい、僕らはそこは、まず論点だと思うんですけど、その他にも、いろんな賛成反対の中で、検察とかいろんなその三権がきちんとバランス取れなきゃいけないっていうことに関しては何かこう もう一度ちゃんと話し合わなきゃいけなくて、だともすれば検察の方の権力が強すぎる問題だって出てくるわけで、それのバランスを調整するのにふわっと定年延長はダメ、うん、だけども、うん、なんかそういう議論もちゃんとしとかないとなとは思います、ね、先週ここでも、ま、申し上げたことを繰り返しになって申し訳ないんですけれども、やはり民主主義の世界で必要なのはチェック&バランスだと思うんですね、うんうん、つまり一つの権力、検察なんて明らかに権力を持ってるわけですから、それに対してはチェックを聞かせでバランスを取っていく、うん、それは内閣に対しても同じですし、うん、議会に対しても同じです、うん、でそういう形でそのチェック&バランスを聞かせていくというのが民主主義の
まあ、なんて言うんでしょう、その、うまく動いていく、はいはい、まあ、一つのシステムの原理になっていますので、そこを私たちもう一遍確認した方がいいと思いますね。検察のチェックする人は誰なんですか、はい、これは、例えば検察審査会なんてあります。それから、法務大臣が捜査の指揮権というのを持っています。で、これは戦後1回しか発動されてませんけれども、やっぱりそういう形で、その法律上に明記されている、検察庁法に明記されているという意味は、検察は何やってもいいってわけじゃないですよというふうな牽制なんだろうと思いますね。そういうことの、そういう法律の精神からすれば、ここでやっぱり検察自体がもう一遍身を正すと、きちっと正すということが必要だと思いますね。難しいですね。9月入学にしても今までこういうのが問題になってて知らなかった人もいっぱいいるわけじゃないですか。でいて、ドタバタで駆け込むのはやっぱり違うと思うものの、じゃあメリットは何で、デメリットは何で、っていうことはちゃんと残さなきゃいけないし、みたいな。ちょっと今みんながバタバタしてる中でニュースが流れてってしまうことはちょっと怖いかなと思いますね。おっしゃる通りですね。カルベさん、今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、オリヒロの高純度グルコサミンは機能性表示食品、特保じゃないんです。グルコサミン塩酸塩が膝の動きや曲げ伸ばしをサポートして膝の違和感を軽減することが報告されているんです。膝関節に関する生活の質を高めたいあなたに、ポリヒロの高純度グルコサミン。伊集院光とラジオとニュースと、この時間はオリヒロ他各社の提供でお送りしました。ここで過払い金の無料診断、中央事務所に送られた70代女性主婦の方からの感想をご紹介します。私は生活費のためにデパートのカードでキャッシングをしました。夫が急に亡くなり、まだ小さかった子供たちを育てるため仕方がありませんでした。それを返し終えたのは5年前です。過払い金のことは完済前から知っていましたが、借り入れが少なかったため自分には関係ないと思っていました。それでもあの日はなぜか間違っていてもいいかという気持ちになり、無料診断ダイヤルに電話をしたんです。そしたら100万円を超える過払い金がありました。このお金は家具や布団の買い替えに使います。このように借金経験のある方は高額な過払い金が戻ってくるかもしれません。今すぐ過払い金の無料診断ダイヤルへ。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。過払い金の返金で借金がいくら減るのか、現金がいくら戻るのか、5分で無料診断。間違っていても構いません。過払い金がないことの確認も可能です。お電話は0120-1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 0
時刻は間もなく9時18分です。ここで TBS ラジオ天気予報です。気象予報士の石上沙織さん、おはようございます。はい、おはようございます。お伝えします。この時間関東北部では広く日差しが出ています。一方で関東南部は千葉県を中心に雲が広がっています。この後午前中は関東北部南部ともにカラッと晴れる見込みです。ただ午後は天気が急変しそうです。山沿いの早いところではお昼過ぎから、また平野部でも午後3時頃からはあちらこちらでざっと雨が降りそうです。夜は遅くなるほど広い範囲で雨となるでしょう。洗濯物を外に干しているという方はなるべく早めに取り込んでおくと安心です。予想最高気温は東京都心、横浜、千葉で25度、水戸で24度、宇都宮で26度、熊谷や前橋で28度の予想です。昨日と同じくらいのところが多いですが、今日は湿度が低いのでカラッとした暑さになりそうです。こちらからは以上です。石上沙織さんでした。1967年から15年間にわたり放送された伝説のラジオ番組金曜ナチチャコパック傑作集1974年版は好評販売中です。お買い求めはフリーダイヤル 0120-234-954 または TBS ラジオおすすめで検索してください。
時刻は9時19分です。ここでピックルスコーポレーションがお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の桜井園子さん、お願いします。はい、首都高速道路は湾岸線の東行き東海ジャンクションの手前では2車線を規制した緊急工事が続いて9キロ東扇島から50分、影響で横羽線の上り交通量が多く大師では8キロ半、生麦ジャンクションから30分くらいかかっています。また埼玉新都心線の上り新都心の入り口は工事のため夕方までの予定で利用できなくなっています。一般道は都内日光街道の上りは足立区千住大橋の手前で事故の処理が続いて1キロ半通過に20分、埼玉の埼玉栗橋線の下り久喜市西大和では故障車の影響で2キロ、熊谷寄居線深谷市の畠山付近でも故障車の処理が続いて片側交互通行が行われ下り線1キロの渋滞です。警視庁から以上です。桜井園子さんでした。TBS ラジオ交通情報、この次は9時52分ごろお伝えします。ご飯が進むキムチのピクルスコーポレーション、白菜の商品が多いのになぜかロゴはキュウリとナス、ピクルスコーポレーション。漬物で野菜の元気をお届けします。ピクルスコーポレーション。モノタロウ、モノタロウ、工場で使う消耗品をネットで注文、モノタロウ。今日は測定用品ないとかの日、 10% オフ。工場の味方、モノタロウで検索。問題、人生100年時代、いつまでも自分の足で歩きたいなら大切だと思うことは？バランスの取れた食事、毎日の運動。はい、でもあと一つ、再瞬間製薬所から新登場の歩みのゼリー根の力を試してみてください。歩みのゼリーにはブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれています。この成分は年齢とともに低下する足の筋力に作用することにより中高年の方の歩く力を維持することが報告されています。特保ではなく機能性表示食品です。歩みのゼリーはつるんと食べやすいスティックタイプのゼリー。自分の足で歩き続けたい中高年の皆さん、毎日の習慣にしてみませんか？なるほど、歩みのゼリー根の力。無料のお試し3本セットは0120-777-444 777-444 最瞬間製薬所まで。法律事務所ホームワン、今ホームワンに借金の整理をしたいとの声が寄せられています。自粛の影響で収入が減った。借金をこれまで通り返し続けるのが難しい。なんとかならないだろうかというものです。解決方法は人それぞれ。ホームワンがあなたの返済する力を診断して、最適な借金の整理の仕方を提案します。東京弁護士会所属、弁護士法人、法律事務所ホームワン。あなたが勤める会社の企業名や商品名、サービス名をラジオ CM で告知しませんか？そんな皆様の窓口に TBS ラジオ営業サイトをぜひご活用ください。詳しくは TBS ラジオ広告で検索してください。伊集院光とラジオとホーサイト三等価と、この時間はケーズ電機他各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとホーサイト三等価と、さあ時刻は9時23分、そろそろ24分になります。今週もリスナーの皆さんの自由な俳句、自由律俳句を味わっていきます。はい、松竹梅3種類のコーナー専用ステッカーをプレゼント中でございます。うん、さあ、読み手は森本武郎スタンバイ遠藤康子さんで句を味わっていきましょう。今日の一句目は、宮城県ラジオネームササトンさんの作品です。水と油、金と暇、
水と油、金と暇。ははいい読み方ね。まあ読み方がいいですよね。まあ、お金は、お金と暇はね、水と油のようなもんだっていう、あれなんですけれど。でもね、私この間ね、テレビ番組の、テレビの、あれでお料理を習ったんですよ。自分家でお料理しながら、こう、カメラで撮って、教えていただくんですけど、オリーブオイルと水を混ぜると本当に美味しいんですよ。そんな話かい。水と油のことが変わるわ。そうなの。だからさ、水と油混ぜると本当美味しかったから、おう、こう金と暇が混ざったら最高なんだと思って。そうか、あの、ずっと言われてきた水と油ですら、うまくやれば、ものによっては混ざるんなら、うん、金と暇も混ざる。だって混ざることもあるかもしれない。その時にはうまいよ。僕はね、このね、水と油、金と暇ってのを見て、うん、なんかね、掛け軸にしてほしいと思った。あ、まあ、いいね。中国の書道家あたりに、水油金貨と申しましてっていう、なんかその感じの。ね、いいね。いやー、シンプルだけど、ほんとそうだよね。これいいよね。水と油、金と暇。これね、多分今学生も聞いてると思うんですけどね、うん、このご時世だから、自分が思うのって、うん、後でしみじみ思うね。暇で暇で何のやることもないっつって学生の頃金もないからゴロゴロしてた、うんうん、あれを今買い戻せないかなって思うね。思うよね。時間もっとあったらな。ねえ、なんとか金と暇をうまくブレンドしてみたい。本当。水と油は混ざると美味しい。はい。さあ続いていきます。東京都ラジオネーム黒猫さんの作品です。はい。カゴにフルーツがある家。カゴにフルーツがある家。これさ、それこそさ、田舎育ちの人とかってさ、うん、その例えばこたつ、例えば机の上にさ、うん、みかん積んであるのなんか何でもない頃だと思うんだけど、うんうんうん、実はこれってすごい贅沢なことで、そうだね、若手のリポーターとかに聞くとね、うん、何が贅沢品って言ったらフルーツだっていうのね。うん、わざわざお金を出して買いますってことはすごい少ないと。うん、で、俺なんかも都会育ちで、うん、で、そのフルーツを買ってほしいって買うときあるんだけど、うん、この、カゴに積んどくっていう暮らしはさ、ちょっと贅沢すぎて。いや、だってなんかね、おこたの上にみかんがあるっていうのはなんか冬の風物詩な感じはするけど、私は都会的なイメージで、あの、カゴに、リンゴと、バナナと、うん、なんかこう、おしゃれな、彩りよく、あの、病気になった時に顔を見るみたいな、ああいうのがあると、都会だなーってかさ、お金持ちだなーと思う。俺すげー思ったんだけど、うん、そこのパーツ、アイテム、用なしって感じしない？用なし。なんかさ、ロケでさ、変にいいホテル泊めてもらうと、ある、あったりする。すごい贅沢な。あれは贅沢だよ。洋梨なんかどうやって食べていいか分かんなかったもんね、最初。なんかさ、お友達の、例えばさ、知り合いの金持ちの噂するときに、うん、あそこはカゴにフルーツある家だからっていう。そう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 。そう。じゃあ行きます。ラストです。東京都ラジオネーム、永遠のリスナーさんの一句です。二度寝が前提の目覚まし時計。二度寝が前提の目覚まし時計。はい、これ私キーレなんですけれども、はい、うん、まだ寝られるっていうあの幸せを味わいたいから、私3段階なんですよね。3段階。まず10分前にスマホ1台目、うん、で5分前にスマホ2台目、うん、そして本命はもう爆音目覚まし時計なんで、そこに向けて2回二度寝して、うん、で、そうするとさ、そのさ、うん、目覚まし時計の気持ちになってよ。彼の無力感。一、うん、回目の彼の。俺じゃねえんだって、ね。絶対うちの主人は目覚めない。って思ってる。若いね。もうそのうち嫌でもすぐ起きるから。年取ると眠れなくなる、眠れなくなるって言いますよね。そうよ。ほんと、ね、頭に起きるから。もう、ね、うち5時に起きてるよ、もう。いや、目覚ましなし。なし。時計って不思議なもんでさ、
遅れてる前提の時計とかあるよね、家に。あります。あ、そう、あるある。この時計は10分遅れてるって言って、うん、合わせられると世の、おかしくなっちゃうの、その世の中が、うん。あります、あります。進んでるやつもあるでしょ。あるある。あるあるね。大丈夫、大丈夫。これの、これの9時40分は9時30分だから、って意味わかんないやつがあるよね。何置いてある、ということで、皆さん自由な一句どんどん送ってください。宛先です。はい。メールの場合は、メールアドレス、ij@tbs.co.jp まで、おはがきの場合は、郵便番号 107-8066、TBS ラジオ、伊集院光とラジオと自由律俳句の係まで、番組のアプリ投稿フォームもご利用いただけます。ご応募いただいた方やご紹介させていただいた方には、松竹梅ステッカーを差し上げます。はい、来週も自由な一行をお待ちしております。ケーズ電機。安心パスポートはスマホアプリがおすすめ。ダウンロードと新規ご登録で税別1000円以上の商品に使える500円引きクーポンをプレゼント。さらに今なら500店舗達成記念の500円引きクーポンもプレゼント。新製品が安い、ケーズ電機。伊集院光とラジオとホーサイと三等価と、この時間はケーズ電機他各社の提供でお送りしました。日本人の死因第1位、がん。悪性新生物と初めて診断確定されたら、最高300万円の一時金を受け取れるがん保険はいかがでしょうか。新、がんベストゴールドアルファのお問い合わせは、0120-676-626、FWD 富士生命まで。今日ずっとゴロゴロ寝てたでしょう。ご飯食べて、また寝て。キャトログで全部お見通しなんだからね。猫様の生活がアプリで丸ごとわかる。24時間365日、猫様の健康を管理するキャトログ。伊集院光とラジオとプレゼント。さあ、リスナーの皆さんにはプレゼント当たりますので、最後までお付き合いください。伊集院光とラジオとプレゼントのコーナーです。はい。このご時世、時間があるかといって、もう見る映画全部見ちゃった、みたいな方に、うん、今回も映画作品のプレゼンをいたします。はい。ね。先週柴田理恵映画祭。はい。見てますよ。幻の紫外線特にハマりました。面白かったでしょ。めちゃめちゃ面白い。ティーレ君何見た？グッバイガール私見ました。どうでした？どうしたどうしたどうでした、こう、それ戸惑いはなぜ、ちょっと大人だなと思いつつも、ちょっとこう、信じきれない幸せの時間ってあるな、みたいな。ああ、そうなんだよね。だからさ、一言で語りきれないよね。うん、ましてさ、柴田さん勧めてくれたやつ見てさ、ね、俺、つまんなかったらどうしようみたいなのちょっとあるわけ。で、面白かった時の、うわ、この話したいっていう感じとか。ね、さあ、今度は私の番です。はい、もう楽しみ。悩んだんだから伊集院光映画祭、今まで見た中で特に面白かった皆さんこの時節に見てくださいという3本を事前に選ばせていただきまして、はい、なんとか絞り込みまして、でこの映画はこのリポーターとこのリポーターというふうに割り振って、今日はプレゼンしてもらいます、うん、それではキーレ君から今回のテーマお願いします。第1回伊集院光映画祭プレゼン対決で、今回もプレゼンのやり方はこの作品は彼と彼の対戦にしてくださいって言って、はいはい、その彼らが、家でもう何度撮り直してもいいからスマホでプレゼンを撮ります、うん、でそれをディレクターに提出して、うん、こっちのプレゼンの方がいいっていう方が採用されてオンエアされるという、もう勝ち抜いてきてるってことですよね。そういうことです、うん、はい、でそのマッチメイクの妙も楽しんでいただきたいと思っております、はい、でもちろん今回もその、勝ち抜いた3作品3つのプレゼンの中から一番プレゼンがうまかった人も決めます、うん、でそれは私が審査委員長。うわ、楽しみでしょ。楽しみとなんだろうな、俺多分、うん、あまりにトンチンカンなこと言われたら、うん、嫌いになっちゃうかも。あれちょっと待って、でも勝ち抜いてきたやつだからねさあ今家でめちゃめちゃプレッシャーかかると思います、かかってると思います、リスナーの皆さんもゆったり楽しんでください、うん、リスナーの皆さんへのプレゼントはツタヤなどの DVD レンタルにも使用できる商品券3000円分を3名様にプレゼントいたします。そう、じゃあ早速プレゼン聞いていきましょうかね、はい、最初の作品です。最初の作品は群衆という作品です。はい。はい。で、エントリーしたのは、うん、パーマ大佐。はい。
あと、新しいメンツですけど、歌手の西田愛ちゃん。ほう。さらには、ドキドキキャンプの、佐藤光晴くんっていう三つどもえなんですが、おこれね、ちょっとラジオが絡んでくる映画なんです。うんうん、で、この三人とも他局でラジオを持ってるんです。ラジオに関わってるんです。はいはい。だから、まあ、ラジオをなりわいとしてるものということで、この三人を選んでおりますが、さあ、厳正なる審査の結果、採用されたのは、うん、パーマ大佐です。内容は僕も聞いてないです。はい。それでは行きましょう。プレゼンタイム2分間、群衆のプレゼンです。用意、スタート。僕がおすすめするのは、1941年公開、フランク・キャプラ監督の作品、群衆です。2週間前、伊集院さんからこの映画を渡されたとき、いや、80年前の映画かいと。しかも白黒映画かいと。勘弁してくれよ、伊集院さんと正直思いました。ところが、見終わったとき、感動している、しかもゾッとしている自分がいました。物語は女性新聞記者ミッチェルが、面白い記事書かなきゃクビにするぞと言われて、記事をでっち上げるところから始まります。ジョン・ドーと名乗る人物から政治に抗議をするため市役所から飛び降りてやるという内容の手紙が届いたという記事なんですが、これがですね、話題になっちゃいました。うわ、どうしよう、話題になっちゃったと考えた彼女はですね、架空の人物、ジョン・ドー役をやってくれる人を探し始めます。さらにでっち上げようとするんです。その時たまたま新聞社に来ていた無職の青年をジョン・ドー役として雇います。するとジョン・ドーの写真が載った記事がまたまた話題になっちゃいました。そしてジョン・ドーのラジオ出演が決まるんですが、ここでジョン・ドーに読ませる原稿も彼女が作り上げます。するとそのスピーチを聞いた群衆は感動して、ジョン・ドーはあれよあれよとアメリカのラジオスターになっちゃいます。ジョン・ドー、ジョン・ドーと全米が熱狂するんですが、とんでもない巨悪が動いて全リスナーが一斉に敵になります。そしてこの映画の恐ろしいところは、80年前に公開された作品で、しかも伊集院さんから2週間前に渡されたのに、最近あったとある出来事とめちゃくちゃリンクしているんです。思わずゾッとしてしまいました。ジョン・ドーはどうなってしまうのか、ぜひ皆さんご覧ください。あいつ自分で弾いてんの、ピアノ入ってましたね。あいつ自分で弾いてんだ、すごいね。効果音初めて使いましたね。すごい。でもこの方式だとそういう工夫も全部できるんだ。いやー、なんか嫌うどころか、パーマ合わなかったのに好きになりましたね。合わなかったって言ったら。合わなかったのか。さあ、じゃあ続いていきます。続いての作品は、名もなく貧しく美しくです。さあ、エントリーしたのが、これ若い女性リポーターがどう感じるのかを知りたくて、女性リポーター屈指のライバル、ホームランナミチ対、お笑いコンビターリーターキーの伊藤ナミの対決になります。ライバルですね。さあ、因縁の対決を制したのはホームランナミチでございます。おー、それでは聞いてみましょう。2分間、名もなく貧しく美しくのプレゼンテーションです。ご紹介するのは1961年に公開された名もなく貧しく美しくです。この映画は第二次世界大戦後の困難な時代を生きた耳の不自由な二人、秋子さんと道夫さんの恋物語です。この作品大半が手話とその字幕。日本で初めて耳が不自由な方を主人公にし、日本映画に日本語字幕がついたのもこの作品が初めてという人もいます。私の好きなセリフは、プロポーズを受ける時の秋子さんが、私たちのようなものは助け合わないと生きていけません、私はどんな時もあなたの力になりますと、この時気づきました。手話の指の先まで感情が溢れ出ていて、固い決意と優しさは字幕を見なくとも伝わってくるんです。怒り、悲しみ、指の先にまで心があって、どんどん引き込まれていきます。特に印象的なのは、追い詰められた秋子さんが死を覚悟して電車に飛び乗り、それを道夫さんが追いかけるシーン。身動きの取れない満員電車、隣の車両のガラス越しに近づくのが精一杯、電車もうるさい、
でもここで手話が役に立つんです。窓越しに道夫さんは、あなたの苦しみはそのまま僕の苦しみなんです、約束したじゃありませんか、仲良く助け合うって。手話で優しく、そして力強く愛を伝えるんです。私の知らなかった結婚の形、そして本当の幸せって何だろうと考えさせられました。ですが、いいシーンばかりではありません。素敵なシーンと残酷なシーンが交互に、もうジェットコースターのように振り回されるんです。そしてラストには、と息をするのを忘れてしまうような結末が待っています。おー、すごいな。いいですね。なんか自分の好きな映画の、うん、まあ、パーマもそうだけど、自分の気づいてないとこみたいのをちょっと、手話が指先で演技をしていますなんて、俺もう一回見たくなっちゃった。ね、さあ、最後の作品です。3本目の映画は、マルコビッチの穴。おー、これですね、エントリーしたのがですね、最近成績良くて調子乗ってる二人ということで、最強パンダースの河野和夫と、うん、ヤーレンズのデイジュンの助なんですけど、はっきり言います、うん、あのね、僕もこれプレゼンしろって言われたら困るぐらいシュールな映画ですそう、意地悪問題です、ね、さあ、勝ったのは河野和夫でございます。その、ま、でも、どう受け止めてんだろう。いや、どう言うんだろう。あ、島さんも見た。これ、めちゃめちゃプレゼン難しい。わかんないもんね。だって、見たって言って説明できないんだろう。はい、行きましょう。河野和夫はどうしてるんでしょう。プレゼンタイム2分間。マルコビッチの穴のプレゼンテーションです。はい、私が紹介するのは、マルコビッチの穴でございます。この映画、本当に面白かったんですけど、一言言わせてください。伊集院さん。なんていう映画をおすすめしてくれたんですか。こんな無茶苦茶な話どうプレゼンすればいいんですか。そういうこと。あ、すいません、苦情からスタートしてしまいました。とにかくですね、この映画ストーリーがめちゃくちゃなんです、うん、今から勇気を出して忠実にあらすじを説明するので呆れずに聞いてください。まずはですね、主人公はニューヨークのとあるビルの7と2分の1階にある不思議なオフィスで働き始めるんです。ある日ロッカーの後ろで小さな扉を見つけます。扉を開けると奥へと続く穴があり、恐る恐る入ってみると突然に吸い込まれる主人公。気がつくとなんとそこは実在する俳優のジョン・マルコビッチの頭の中だったんです。この穴に入るとジョン・マルコビッチの見たもの、感じたことをすべて体験することができます。そして15分経つと、なぜかニュージャージーのゴミ置き場にテレポートさせられる。という謎の穴なんですけども。ねえ、わかってますよ、私も。一つだけ確認させてください。スタジオの伊集院さん、これで間違いないですよね。バッチリです。はい。とにかくですね、これどういう話なんだって、こうちょっと僕的に分かりやすくちょっと考えてみたんですけど、例えばこの赤坂のオフィスビルに穴があります。で、そこに入るとですね、まあ、日本で言うと松平健さんの頭の中なんです。そして15分経つと、町田あたりのゴミ置き場に放り出される。という穴なんですね。まあ、そして話はいろいろ展開していきまして、ついにその穴の存在がマルコビッチ本人にバレてしまうんです。当然ね、本人が入ることになるんですけど、うん、このマルコビッチ本人がマルコビッチの穴に入ったら何が見えるのか、ぜひその目で確かめてみてください。おー、入ったな。お、正直に言いますけど、うん、河野くんは僕より多分ちゃんとマルコビッチの穴を説明できます、うん、そうだそう、俺こんなにきちんと説明できないわ。できない。わけがわかんない映画だってことも面白いってことも入ってんね。審査員ってこんな大変なんだ。そうですよ。今日もみんなよかったな。よかった、全員よかった。さあ、ということで、今日私の一票だけです。パーマ大佐がプレゼンした群衆がいいのか、ホームランナミチがプレゼンした名もなく貧しく美しくなのか、河野和夫がプレゼンしたマルコビッチの穴なのか、さあ、うわあ、どうしよう。ドキドキするでしょ。勝ったのは、はい、こちらです。ホームランナミチ。おー、おー、うん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 、ちょっとわかる。なんかね、うん、
今回3作品決める、当然全作品見直すんです、うん、はいはい。その全作品見直したにもかかわらず自分があまり気づいてない、うん、その指先、うん、手話の指先で実はあの名優たちが語ってるっていうことを、うん、おそらく俺はもう一回見直すと思います、うん、まあ、パーマもすごいんですよ、うん、本当にこの映画を今見てほしいんです。今見てほしいのはなぜか偶然今の話になって、うん、そう炎上するとは何だっていうこととか、うん、我々は何を信じてラジオをやっていけばいいのかとか、うん、そういうことが入ってるんです、うんうん、そしてマルコビッチの穴はあの通りめちゃくちゃです、うん、あの通りのめちゃくちゃです。いやちょっとすごい戦いだったな。全部良かったですよ、うん、私考えたら全部見てた。あ、そう、群衆見てましたか。群衆も見てた、見てたけど、いや本当みんなすごい、すごいね、みんなすごい。もう一回じゃもうちゃんと見直そう。また見たくなった。俺負けた方聞いて、うん、それが的外れだったら一人ずつ説教しよう。それでは負けた方聞きたいよ。リスナーの皆さんへのプレゼントです。ツタヤなどで使える商品券3000円分3名様です。じゃあ宛先をキーレ君からお願いします。はい、ご希望の方はメールにお名前、ご住所、電話番号を書き添えの上、アルファベット小文字で ij@tbs.co.jp ij@tbs.co.jp までお送りください。その他番組ホームページの投稿フォームやメールアプリ伊集院光とラジオとスマホとなどからもご応募いただけます。当選者はエンディングで発表します。うわー、ちなみにあの、うん、名もなく貧しく美しくは、うん、あの渡る世間の石井福子さんに教わったんです。これは面白いから見ておきなさいって言われて、はいはいはい、うん、なんかあのそのこと明かさないと恥ずかしいんで涙なくしては見れない笑ったと笑うし、うん、とんでもないシニカルなシーンで可愛いし、ちょっとね、当然コロナ終わってくる、終わっても、はい、終わってもちょっとこのパターンまたやっていきたいですね。そうですね、うん、はい、ということで伊集院光とラジオとプレゼントでした。いつも仕事ばっかりでごめん。今度の休みは行きたいところがあるんだ。二人でずっとあなたと行きたい。だからあなたと行きたい。がん検診、定期的な検診を日本対がん協会 AC ジャパンはこの活動を支援しています。長時間同じ姿勢でいると腰の痛みがひどくなる。天気が悪い時にも腰に痛みを感じる方いらっしゃいませんかね。いつまでこの状態が続くのかといった不安や体が思い通りにならない苛立ちなどもですね、辛い原因の一つですよね。まずは最瞬間製薬所へお電話ください。最瞬間製薬所の通算等は座骨神経痛から来る腰の痛みをはじめ肩や足の痛みなどを徐々に和らげます。5つの生薬を配合した漢方に学んだ医薬品、それが通算等です。無料の試供薬のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-305-3050120-305-305、305が2回ですね。朝8時から夜10時まで。通算等して第2類医薬品です。薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。0120-305-305、最瞬間製薬所、通算等のお知らせでした。千代田セレモニーは大切な人を偲ぶ気持ちに寄り添って、心を込めて皆様の思いを形にさせていただきます。一人一人に合わせたお葬式を安心できるご予算で、ご相談は千代田セレモニーまで。いざという時あなたのそばに。時刻は9時48分です。ここで毎日新聞社がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の桜井園子さん、お願いします。はい、首都高速道路は湾岸線の東行き東海ジャンクションの手前では2車線を規制した工事が続いています。10キロ以上渋滞が伸びて東扇島付近から通過には1時間30分くらいかかっています。またこの首都高速道路は警備のため9時55分から2号線の上り天元寺の入り口、そして10時からは都心環状線の外回り霞ヶ関の入り口が利用できなくなります。一般道は埼玉県内、埼玉栗橋線の下りは
久喜市西大和付近故障車の処理が続いて2キロ、千葉県内は国道51号千葉方向は四街道市の吉岡でも2キロ近い渋滞です。都内は足立区の日光街道の上り千住大橋の手前で続いていた事故の処理は終わりました。渋滞もほぼ解消しています。警視庁から以上です。桜井園子さんでした。 TBS ラジオ交通情報、この次は10時25分頃お伝えします。事実へまっすぐ、はい、毎日を未来へつなぐ、やあ、真実へ深掘り、東京2020オリンピックオフィシャル新聞パートナーの毎日新聞は東京2020オリンピック競技大会を応援しています。はい、毎日新聞。キャッシングの過払い金は中央事務所、代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。実は銀行系列のキャッシングカードでも過払い金が発生していました。お手元にカードがない方でも手続きできますので、お電話5分の過払い金無料診断ダイヤルであなたの過払い金をご確認ください。0120-10-10-10-10-10-10。家に帰ったらまず手洗いを。手洗い習慣はとても大事なこと。自分でできる大切な人を守る予防策、まずは手洗いから始めよう。牛乳石鹸、良い石鹸。天気のいい日にシウマイ弁当、休日に横浜チャーハン、素敵な一日に横浜ピラフ、会議に横浜中華弁当、おめでたい日にお赤飯弁当、出張に幕の内弁当、いろいろ選べるお弁当はおいしいシウマイ崎陽軒。 TBS ラジオ伊集院光とラジオと、この後10時からはタレントで元女子プロレスラーの北斗晶さんが登場です。お楽しみに。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、この時間は山崎パンの提供でお送りします。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、今週のメッセージテーマはで最近どう。メッセージを紹介した方の中から毎日1名様に、美味しさと品質の山崎から国産の果肉を使用したみかん、りんご、ミックス、さくらんぼ、いよかんが入ったこだわりのフルーツゼリーギフト果樹園初と、厳選された素材を使用し丹念にじっくりと練り上げた本練り、小倉、栗、白練り、ほうじ茶の5種類の味が楽しめる一口羊羹の詰め合わせをセットにして山崎からプレゼントいたします。さあ、今日も電話をつながせていただきます。はい、ラジオネームそぼろさん、女性35歳の方です。はい、じゃちょっともういきなりつなぎましょうね。はい、もしもし、そぼろさん。そぼろさん、おはようございます。あら、あら、電話聞いてそぼろさん。もしもし、そぼろさん、おはようございます。そこさん電話消えちゃったかね。まあ、もしかしたらこっちのトラブルかもしれないんで。そうですね。じゃあ、うん、どうしますか。そぼろさん、あ、今つながりそうですか。はい、はい、行きましょう。もしもし、そぼろさん。あら、あら、どうしたのかしら。もしかしたらこういう時って向こうは向こうですごい困ってて、そうですよね、こっちの問題だったりとかすることもありますんで、もしそぼろさんがつながりづらいようでしたらまた次の方にかけてもと思うんですけども、いかがですか。そぼろさん、それも無理な場合は僕は一曲披露することになりますけども。おっと、何を歌います。じゃあちょっと次の方でいいですか。何を歌いますじゃないか、ね。ラジオネーム、坊さん漫才絵心寮さん、坊さん43歳の方で、はい、お坊さんなんだ。あ、お坊さんなんだ。僧侶の方なんです。ああ、そうですか。はい、もしもし、絵心寮さん、もしもし。これは多分完璧にこっちのせいだね。そうですね、おそらくこの、あ、そぼろさんがつながりました。そぼろさん、ね、どうですか、こんな言い訳。生放送らしいでしょ。あ、そぼろさん、もしもし。もしもし、あ、ごめんなさい。びっくりした。こっちのせいでしょ、多分これ。もしもし、そぼろです。もしもし、そぼろさん、おはようございます。聞こえてます、おはようございます。おはようございます。はい、失礼しました。よかった、繋がって。ね、多分ね、ね、こっちの問題だと思います。ですね。
よかったです、お話ができて。すいません。多分 TBS がね、電話料金を払ってないんだと思うんですよ。それで止められてたんだと思うんですけど。まあ、すごい明るいお声で。はい。すっごい嬉しいです、はい。いや、お話できてとっても嬉しいです。ありがとうございます。こちらこそです。さあ、で、最近どうですか？ですね、4月の頭から、夫が在宅勤務になっていまして、それで、おとといから出社を始めたところです。そうですか。それで、はい、その間に、私、専業主婦なんですけど、コロナの前は、その公園でママ友と、その、お子さんと遊ばせてたんですけど、子供がいるんですけれども、それが一切できなくなってしまって、私もう困り果ててたんですね、正直。遊び方も家でどうやって息子と一日過ごせばと思っていたら、夫がものすごく頑張ってくれまして、なんか段ボールにこう色を塗って、動物さんを描いて、電車を作ってくれたりとか、あと、息子が店長さんの設定のスーパーマーケットの店舗を作ってくれたりとか。やるね、旦那さんすごい。そうなんです。あと、パン作りを息子と一緒にしたりとか、最後の母は布マスクも一緒に作ってくれていて。すごい。でなんかもう一緒に住める親友っていう風に2歳の息子のことを夫は呼んでるんですけれども、2歳の息子さんなんか一番大変な時じゃない、ね、そうですね、一番いやいやで大変で、私もちょっともう毎日のこのコロナの暗いニュースで気持ちが落ち込みがちな時に、もう夫がとにかくあの息子が毎日楽しく過ごせるようにって知恵を絞って考えてくれていたので、いい旦那さんだね。本当にあれなんです、伊集院さん の、あの深夜のバカ力がきっかけで結婚をした夫でして。あら、そうなの。どういういきさつで。私が小学校5年生の頃から伊集院さんのラジオを聞いて、それ問題がありますね、この時期、はい、でそこで録音していたカセットテープを、当時大学生でアルバイト先で知り合った夫に貸したことがきっかけでお付き合いが始まって、まあ伊集院さんは別名キューピッドって言われてますからね。昨日あのお話なさってた、ご出産なさったばかりの方もいらっしゃいましたけど、はいはい、うちもあの光るか剣かどちらかをつけようかって言っていたぐらいだったので、はい。いやでもさ、その俺が褒められるのはすごい照れくさいんでさ、旦那さん、はい、お仕事中の旦那さんにちょっとメッセージくださいよ。いやもう、じゃあもうともちゃん本当に家族のことをいつも考えてくれて一生懸命働いてくれてありがとうね。これからも仲良く暮らそうね。素晴らしい。素晴らしいね。本当に、本当に素晴らしい。なんかさ、世の中でコロナに離婚とかっていう人もいるじゃない。それに比べたらこんないい夫婦もいるんだなと思うとさ。本当そうよ。いやありがとうございます。旦那さんもこのピンチに本当に素晴らしいし。素晴らしい。もっと言えばそれをちゃんと理解するそぼろさん、奥さんもすごいし。素晴らしい。いや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 。息子は幸せ。ねえ、本当にありがとうございます、ただ今ちょっと荒れてて、息子がパパがパパがいないからねえ、そうなんです、ね、もうちょっとパパ頑張ってるんでね、パパ帰ってきたら、そうですね、一緒に応援していけたらって思ってます、ね、いやなんか僕も救われるのは、あんなひどいラジオを聞いてもこういうことになるんだっつってね、ね、いやありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもでした。失礼します。旦那さんによろしくお伝えください。お幸せに。ありがとうございます。はい、すごい、ね、いいお家だね。またこの旦那さんは豆だね、素敵な人ね。でしかもさ、ただ休みじゃなくて在宅勤務だから仕事も多分家でしてるはずなのよ、そっか。でその間だったらすごいね、偉いね。さあちょっとね、お坊さんの話も聞きたいけど、つながる、じゃあここで中途半端つなげるよりも一旦じゃあ時報打って、でその後ちょっと10時台の頭でね、はい、お話聞きたいと思います。はい、だからお坊さんにはどういう影響が出てるのかが分からないから、ね、だからお葬式とかできないとかいろいろない、法事もできないじゃない、できないでしょう、その辺のお話もたっぷり聞きたいと思っております。で私はこのね、10時の鐘を打つって言ってるんですけども、必ずこの時報挟むのが最近好きで、だから時報になりますで言って、ちょっとお坊さんのお話聞きます、はい、でその後北斗晶さんが生で登場いたします、はい。
伊集院光とラジオと、今週のメッセージテーマはで最近どう、皆さん最近何をして過ごしていますか。電話でご出演くださるリスナーも募集中です。メールアドレスは ij@tbs.co.jp、 ファックスは0355620954番です。デイリーヤマザキ、ねえサンドイッチは何が好き。デイリーヤマザキのミックスサンド。なんでパンが違うんだな。ふわっとしたパンが卵やツナやハムをサンドして、もうたまらんって感じ。パンにこだわるデイリーヤマザキのミックスサンド。あ、しっとりふわふわ、ここにしかない美味しさ。デイリーヤマザキ。ヤマザキ伊集院光とラジオとエピソードと、この時間は山崎パンの提供でお送りしました。ラジコってご存知ですか。パソコンやスマートフォンでラジオが聞けますよ。皆さんもラジコで検索してみてください。10時です。TBS ラジオ伊集院光とラジオと、さあ、10時の鐘をついてまいりましたね。ね、ここからはラジオネームお坊さん漫才え新良さんとお電話つなぎます。43歳の方です。もしもし。あ、もしもし、はじめまして、よろしくお願いいたします。いや、なんかこちらの機材トラブルで大変ドキドキさせまして申し訳ございませんが、緊張感が続きません。なんて言うんでしょうかね。 お名前は、お坊さんとしてのお名前はなんておっしゃるんですか。名字が土井で、はいはい、名前がエシンっていう名前です。エシン様、エシン様は。ね、どうなんですか、お寺の方は、この騒動の中。そうですね、やはりお寺の行事がやはりこう季節に一度ありまして、はい、あと月に2回こう、近所の方の集まりみたいなのもあるんですけれども、うん、やはり特に、まあ、ご高齢の方が多いので、そうですね、結構早々ともう3月に入った段階で、今はどなたも、ご遠慮くださいという形で、ただお勤め自体は坊主がさせていただくんですけど、どなたも言えないでというか無参拝という状態で行ってますね。はい。で、なんかでもパッとメモいただくとね、はい、いろいろ工夫なさってるんですね。そうですね、今はお寺にカメラをつけてですね、はい、YouTube の方に、こう、ライブ配信という形で。はぁ、はい。まあ、僕が考えたわけじゃなくて、結構いろんな お坊さんがやってて、僕も真似しただけなんですけれども。はい。だから法事とか、そういうのもできないでしょ、はい、法事とかもですね、やっぱりこう、完全に中心される方は少なくて、例えばこう10人ぐらいでこうご親戚の方と集まる予定だったのが、あ、少なくなったりとか、2人だけとか。あ、でもなんかね、そのね、 YouTube でお墓をライブ配信するじゃない。はい。で、そうすると当然さ、これはその例えば、お参りしたことにはならないっていう批判の意見もあるはあるでしょ。拒絶反応っていうのかな、なんつうのかな、うん、そうですね、批判というよりも、うん、何のことかよくわからんという反応が多いですね。なるほどな、まあ、そりゃそうだね。でも僕いつも思うんですけど、なんか自分の中でも随分考え方が改まって、はい、なんていうのかな、YouTube でいいんじゃなくて、はい、その、全くゼロよりは、これだけでも思いは届くとか、ちょっとこう、すごくアナログなこととすごくデジタルなことが融合してる気がするんですけど、でも、はい、あった方がいいと思うんです。そうですね。うん、僕もやってみてから迷いながらやったんですけど、大丈夫かなと思いながら。うん、ただ、その遠方の方が、結局ご親戚の方の顔が見えて安心したとか、あ、そういうつながりがあるんだ。うん、会うのが一番なんだけども、でも、今はしょうがないから、その落としどころとして、でも、本堂のその姿を見たら、また本堂に行きたくなったと言われたので。あ、なるほどね。なんかすごくわかるのは、お寺に行くと、はい、まあ、例えばじゃあ、苔むした匂いとか、お線香の匂いとか、それは YouTube では繋がらないから、YouTube で見た上で、あ、これで晴れて行けるときには行きましょう。で、行けるということは、こんなに幸せなことなんだっていうふうになるかもしれないですね。はい、そうね。そうなってほしいですね。で、目標にもなりますよね。はい、ああ、またあそこに行って、こうやってちゃんと、座って、ちゃんとお参りできてってなったらね、楽しいですもんね。うん、
で僕が一番嬉しかったのは、うん、その結局おじいちゃんおばあちゃんがこう分からない方が多いんですけど使い方が、うんうんうん、だからあのお孫さんにこうタブレットを借りて、ああそうだそうか、お孫さんと一緒に見たっていう報告があった時に、うん、お孫さんってあ本堂ってこういう風なんだねって初めて本堂その YouTube 越しに人生で初めて見るという方も見えて、あそれはあのやっててよかったなと思いました。へえ、はい、そうか。ね、これがみんな揃ってお寺に来れる日が早く来るといいですね。いや、本当に願ってます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そうですか。ね、でもなんかちょっとね、いい話ですね。そうですよね。みんな頑張ってますね。TBS ラジオ、伊集院光と、ラジオと、僕たちやと、おはようございます。伊集院さんとはそうですね、緊急事態宣言の前かな、やっぱり番組でお会いして、柴田さんもそうですね、だからここ数ヶ月お会いしていないかもしれないですね。やっぱりあのバラエティ番組でご一緒させていただくことが多いので、近頃お会いできなくてちょっと寂しかったですね。はい。で今日は、自粛中ね、私がどんな生活をしていたかなど、あとはお料理とかもそうだし、愛犬もそうだし、普段できないことを結構したかなと思いますね、この自粛中に。そんなお話をさせていただければと思います。ではこの後スタジオにお邪魔します。よろしくお願いいたします。 TBS ラジオ伊集院光とラジオと、時刻は10時を回っております。10時5分です。改めましてこんにちは、伊集院光です。こんにちは、アシスタントの喜入智博です。こんにちは、木曜パートナーの柴田理恵です。さあ、この後お迎えするのは元女子プロレスラーでタレントの北斗晶さんです。まあとにかく早く会って話したいですね。そうですね。はい。この後すぐに登場です。ラジオ伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストをお迎えして、ゲストにまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト、北斗晶さんは1967年生まれ、埼玉県出身。1985年全日本女子プロレスの新人としてデビュー。1987年、試合中に首の骨を折るという大怪我から奇跡的に復活。1995年、プロレスラーの佐々木健介さんと結婚後、フリーのレスラーとなりました。1998年には出産のため一旦リングを降りましたが、翌年復帰して日本初のママさんレスラーになりました。2002年に現役を引退。その後は、タレントとしてテレビ番組にも多数出演されています。本日のゲストは、ブログや YouTube も話題のタレントの北斗晶さんです。ということでごめん、あのつい柴田さんと老眼トークをしてますけども北斗晶さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。同い年、俺と学年と違うか、同い年、52年。そうです。あの、伊集院さんと私は同い年なんですよ。同い年、はい。はい。で、お互い、老眼鏡をかけています。老眼鏡。だから、柴田さんが老眼鏡をかけたんで、見えるんですかっていう。このぐらいだったらまだ見えない。もっとちっちゃいのはもう全然ダメだよ。はい。さあ、そんな中、じゃあ、まずお聞きするところで言うと、はい、
最近どうって話です、うん、そうですね、やっぱりこのコロナ騒動で仕事がもう一気になくなって、うん、それでまた緊急事態宣言でこのその県またぎをしないようにするという意味では、私埼玉で暮らしているので、なかなかその出ることもしなかったですけれども、うんうんうん、やっぱリモートでお仕事をいただいたときは、うん、はい、埼玉の自宅でリモートをやったりとか、うん、はいはい、ただこれ Wi-Fi が弱いんですよ畑の真ん中なので、あ、そっか、トラブルでパソコンも残念だから私パソコンとかもやらないので、うん、携帯一本なのでどうしていいか分かんなくなっちゃうっていうんですか、はあ、やり方が画面が映ってないのはどこをどうすればいいんですかみたいな感じで。でも面白いのは、はい、テレビもラジオもスタッフがどんどん対応してきて、はい、随分こう、そう、テキパキとみたいなことも増えてきて、はい、うん、ズーム、ズーム、そうか、はい、会議みたいなやつですよね。そう、新しい名前がもうどんどん出てきてよくわからないです。はい、ですよね。そんな中、俺YouTube で、はい、犬の寝てる映像、ああ、かわいい。ブレンチブルがまたさ、あ、まあ無防備に寝てんのよ。あれ見てるだけでニコニコしちゃう。もう豚の丸焼きみたいになってますよね、もう。仰向けてさ、ガーガーいびきかきながら。いや、もう本当にどうやって今後生きていこうかとかっていろいろ考えました。もう、この芸能のね、仕事っていうのはなくなったら、こんな風にスパンってなくなるんだなっていうのも分かったので、でも、その前から、このコロナ騒動の前から、YouTube は、興味はあったんですよ。でも、やるきっかけになったのが、まあ、いろんな人にやったらとは言われたんですけど、メレンゲの気持ちさんにちょっと出させていただいたときに、うん、こう、私の簡単、もうなんちゃって料理みたいなのをちょっと出させていただいて、それで、いいじゃない、これやりなさいよ、みたいに、久本さんたちに言っていただいて、うん、本格的に本当にやろうかな、なんて思って。じゃあ今料理やってんですか、YouTube、料理もやったりとか、本当にもうインチキ料理ですけど、私、調理師の免許とか何も持ってないので。いや、パパパパってやって、いつも美味しそうでさ、ほんと上手なんだもん。てか、お家の料理なんて、うん、よっぽど趣味で料理する人以外は、インチキ料理が一番いいんですよ。もうそうなんです。もうお惣菜をなんかに変えたりとか、うん、そんな感じで。で、ね、YouTuber になり、少しは食べられるのかと思ったら、はい、そんな簡単なもんじゃないですね。本当ですよ。僕も YouTube ちょっと始めたんですけど、本当ですか？ね、奥の金稼ぐ人もいっぱいいるけど、こんな、うんっていう、そういう。金になんかなんないもんですよ。そういうもんです。コツコツ頑張んなきゃダメです、あとはなんか楽しんでもらえてるっていう確信だけでやるしかないなって感じなんですけども。うんうん、はい、その他には何してたんですか、お家で。あとは、自粛が始まった時は、うん、実はその息子が今年、あ、今21歳なんですね、うん、長男が、うん。で、下が17歳なんですけれども、うん、とにかく写真を撮って、うん、今はなんつうんですか、そのデータとかで残したりとかしてるじゃないですか。うん、でもそれができないので、うん、この、現像するわけですよ、写真を。うん、はい、うん。それを現像したまんま置きっぱだったんです。ああ、わかる。うん。それがもうだから20年ぐらいですか、うん、たまりにたまってたのを、うん、こう、データができないので、アルバム、私はアルバムが好きなんで、アルバムに貼っていくという作業を少しずつ。大変だったでしょ。いや、まだ終わってないですよ。でも息子さんもうそんな大きいんだ。そうなんですよ。お兄ちゃんはカナダに。カナダに留学して。まだ、あの、はい、あと1年ありますね。うまくいけば1年で終わるって感じですか。今もカナダ？カナダで、うん、はい。で、帰ってこられなかったので。そうだよね。心配でしょう。そうですね。コロナがすごくなった時はやっぱり一番心配でした。だから何かあったらこっちも行かれないし、帰ってくることもできないし、みたいな感じで。はい。はい、そうか、元気で。そうですね。うんうん、まあ、いつも連絡よこさないんで、連絡してこないっていうのは元気な証拠だと思ってますから。なるほど。はい。頼りがないのが。はい。ね、さあ、そんなのちょっと北斗晶の歴史からいきたいんですけど、はい、最初プロレスするきっかけって何ですか、うん、もう、話し始めたら3日ぐらいかかります。いろんな要素あってっていう。はい、ちょうど私がすごい小さい時に、こう、猪木さんたちがすごい人気で、私の亡くなったおばあちゃんがすごい、ひいおばあちゃんですね。大好きで、もう、農家のうちでテレビが1台しかなくて、チャンネルをガチャガチャっと回してた時代なんですけど、もうプロレスの時間になるとおばあさんがプロレスを見るみたいな。で、いつもプロレスがついたような気がするんですよ、人気もあったので。で、おばあさんが亡くなった後に姉がビューティーペアに、もうドツボにハマり、もうビューティーペア、ビューティーペアってもうジャッキー佐藤さんの大ファンで、うんうんうん、で、はい、それからもう
なんか小さい時だからいつもプロレスがこうかかってたようなというんですか。それで私がこの高校に入った時に、高校1年生の時に一番初めに、あの埼玉から東京の高校に行って、一番初めに仲良くなった子がまたプロレスファンだったんですよ。で、後楽園ホールの近くの、高校だったので、帰りに見つからないように見に行こうみたいに言って誘われたりとか。で、あとは道場に、あの、詳しくて、オフの日に道場に行けば選手が練習終わって出てくるから、そしたらサインもらえたり握手したりしてもらえるかもしれないからって言って一緒に行こうって言って、で田舎もんだから代官山に行ってからその道場に行こうみたいなのとか、そんな約束を、そうなんですよ。コースの女の子あんまりいませんけどね、代官山から道場。そうなんですよ。それで行った時にたまたま私ソフトボールをやってて、身長も168センチあって、体重もまあ今よりは軽いですけれども、あのもうちょっとガタイも良かったので、で道場の前で待ってたら練習終わった男子プロレスラーの方が出てきて、彼女は何やってるのって言われて、いい体してるねって、プロ女子プロレスラーになったらどうっていうのが一言言われたのがきっかけでしたね。はい、でもそれでよく決心しましたね。いや、それがもうこれも運命的なのかもしれないんですけど、その日の夜家に帰ったら、女子プロレスラーが女子プロレスがやべたんですよ。で、言われたもんだから見ちゃうじゃないですか。で、見たら新人選手、デビューした新人選手のダイジェストを流したんですよ。こうなんていうんですか、何分かずつ今年デビューした子たちですっていうのをやってて。それを見た瞬間に思ったんですよ。あれ？これ私の方が強いんじゃないかなと思っちゃったんですよ。いけそうだな、で、ただ、もう、後に、あの、合格できて、それでやったら、もうすぐにスパーリングして手ひねられて終わりでしたけど、そう、私の方が強いんじゃないかと思った選手よりも。わかります。なんか僕も落語入門した時に俺の方が面白いんじゃないかと思って入るんですよ。だけど実際見せられるとうわ、伊達にこの人5年やってねえなって感じがする。いや、もう本当に、ね、全然やると見てるのとは大違いなんでね。本当にもう天狗の鼻がパコーンって折られた感じでしたね。複雑骨折をさせられるか、はいはい、きつかったですか最初、そのトレーニング主要。だですね。またもう TBS でちょうど輝きたいのっていう女子プロレスのドラマがあったんですよ。あった面白かった。そうなんですよ。それがちょうどなりたいって私が思ってた時にやってたドラマだったので、もうそれを見たら余計夢が膨らんでしまって、あ、じゃあもうすぐデビューしたらたくさんお金が稼げてみたいな、夢が膨らみすぎちゃったんですよ。ただ入ったらこんなにきついんだっていう感じでしたね。一言。毎日どうやって過ごすんですか？あ、もう朝はもう、道場から、寮から、事務所の掃除から始まり、で、もうマラソンをして、それで、あの、基礎体力の練習をしてて、デビュー前は。あとはもう雑用ですね。ただ、雑用に入れればまだいいんですよ。先輩のものを触れるので、スター選手のものをなんか触れるんで、その前はもう本当に掃除とか、そんな感じと練習だけですね。修行だね、本当に修行ですね、はい、なんかね、その男子の方のプロレスですけどね、僕の師匠がジャイアント馬場さんと仲良かったから、若手のレスラーの人たちが、その稽古してるとこを見るんですけど、その頃の中堅レスラーの人たちが雑で、あの、俺がいいって言うまでスクワットしとけって言ったまま昼寝しちゃったりとか、そんな世界だったから、ずっと、いいって言うまで、うわー、女子もそうだ。本当に、あの、大人気で、事務所のそのコーチとかもやっぱ忙しかったので、何々しとけって言われたままいなくなられちゃうと。あるんだ、やっぱり、ずっとやっぱり。ずっとやんだ。あの、パンフレットの間に、この、なんていうんですか、チラシを入れとけって言われて、それをずっと、だから、当時はすごい人気だったんで、何万冊とかを、チラシをずっと入れたりとか、あとファンクラブに送る、そのチラシを、こう、中に折って入れろとかって言われて。ずっとだから、お昼も食べに行っていいのかどうかもわかんないみたいな。でも悪気はないんですよ。まあ言っちゃうと。で、帰ってくると、なんでそんなにやってんだっていう。いつまでやってんだって。すいませんしか言えないです。なんか青春だな、はい、大怪我もしてますでしょ。そうですね。19歳の時にちょうど大阪でタイトルマッチの最中に首根骨をちょっと折ってしまいまして。ちょっと首の骨は折れないです。小指の骨はちょっと折ることありますけど、首の骨はなかなかちょっと折れないんですけど。どの骨？2番目と3番目。ですね。ところ、2番目ですかね。よく私もなんか、19歳で覚えてなくて、気がついタイトルマッチの最中で、から覚えてないんですよ。で、次に
思い出したというか気がついた時にはベッドの上でなぜかすごい頭が痛くて、ただ手が動いたのでその頭を触ったら髪の毛が全くなくてツルツルに剃られて、それで髪切りデスマッチでもないのに、楽しい話じゃないんですけどいいですか、頭蓋骨にだから穴を開けて牽引をしたので引っ張ったので、だからそこの穴を開けたところが多分痛くて、で血がついたので、あと足がすごい痺れたのだけ覚えてますね。じゃあこの技がこうかかってこうなってみたいなもう全然覚えてない、全然覚えてないですね。後で映像でやっぱりテレビ撮りだったので、まあそれは見ましたけど、どんな気持ちで後で見て私ひどい目にことになってるって、もうそれさえもあなんか思えばひっくり返ってこうパイルドライバーってさ逆にされた、はいはいはい、覚えはあるなみたいな、そんな感じでしたね。ただやっぱその時は2ヶ月間寝たっきりだったので、もうな辛すぎると忘れちゃうことも多いですね。だから周りの人はさ、そういうまあ、ご両親とか、はい、我が娘がそういうことになってるわけでしょ、プロレスラー、はい、どうなんですか。あのですね、後々に、はい、あの会社から実家に電話をしたらしいんです、はい、実はこう大阪でこういうことになってしまって、はい、って言って、はい、そしたらあの母親が、死ぬんですかって言ったらしいんですよ、そこで、うんうんうん。それで、いや、まあ、まだそんなわかりません、みたいな感じで言ったときに、うん、じゃあよろしくお願いしますって、畑仕事が忙しいんでって、うちの母親が言ったらしいんですよ。今肝っ玉母さんだなぁ。もう、そんな感じでしたね。笑い話には今ね、今こうやって健康にやれるんで言えますけど、今畑仕事が忙しいからちょっと行かれないんですって言ったっていうのは、まあ、名言ではありますね。もうなんか、その辺でもう、度胸座ったなら預けた段階で。そうです。だから、もう本当にあもうお宅には預けたのでって、もういやでも心配しない、うん、お母さんはいないよ。そう心配だったと思います。だってほらね、下半身とかダメになってるから、そういうのいっぱいあるじゃない。まあすごい心配、親になって分かることは心配だっただろうなとは思いますけど、はい。でプロレスマン引退するわけじゃないですか。はい、でまあバラエティでこんな人気になるわけでしょ。バラエティ出るきっかけは？それはですね、ちょうど、ケンスケが、新日本プロレスさんに所属してて、はい、で、はい、そこを辞めて新しい団体に行ったんですけれども、うん、そこがすぐ倒産をしまして、うん、それで、このマネージャーを雇うお金がなかったんですよ。うんうん、で、まあ、私も引退してたので、で、天竜源一郎さんに、はい、こう、天竜さんがよくケンスケにいろいろアドバイスをしてくださってる中で、うんはい、もうマネージャーとかもいないし、はい、これからどうすればいいかちょっと考えてますって言ったら、母ちゃんがいるだろうって、うん、天竜さんが、何言ってんだ、母ちゃんがいるだろうって、母ちゃんがやればいいんだよ、みたいな。人を雇うと金かかるし、母ちゃんにやら、雑なアドバイスだな、あの人も。はい、おそらく雑な声で言ったと思うけどね。そうなんですよ。母ちゃんがいるだろうって言うんで、私だったらやっぱお金かからないし、っていうので、あとはまあ、プロレスのこともプロレス出身で分かってたんですけど、何分裏方をやったことなかったので、うん、だから裏方がどうやってやっていいのか。うん、でまあ、今だから言えるんですけど、まあ、人もたくさん変わってますからね、うん。連絡をマネージャーとしてやらせてもらいますので、うん、って何かあったら連絡をくださいって言ったら、うん、こんなことを言われたこともあったんですよ。うん、あなたと交渉するんですかって言われたことがあったんですよ。あ、そうだよね。あなたとって言って、その言葉がずしっと来て、うん、ずしっと来たんですよ。あなたとってどういうことなんだろうっていうので、うん、それで、まあ、とりあえず、ケンスケにオファーをいただけるようだったら、お電話いただけますかって言って、その場は切ったんですけど、うん、結局、ケンちゃん試合出てくれるっていう電話はケンスケに行くわけですよ。ああ、そっか。あなたとの意味するところは、女子プロレスラーだったあなたとっていうことです、うんうん。そのマネジメントの専門でも何でもない人と話してもしょうがないじゃないっていうことを含んでるんだ。はい。すべて。試合の誰と試合をするかっていう交渉から、ギャランティーの交渉からもそうですけれども、うんうん、っていうふうに言われたことがあったんですよ。それが反対にバネになりました。うん、絶対こいつからいつかもっとケンスケをすごくして、うん、こいつからオファー来た時絶対断ってやると思ったんですよ。あ、私のこと話したくないでしょうから、ごめんなさいっていう。絶対にと思って、それを、女ってそんなもんですよ。で、ある時、それは数年後ですけれども、うん、東京ドームの大会があります。うん、健介さん出てもらえますか、うん、って言われた時、もう本当は、もう東京ドームだってギャラもいいので、うん、出したくてしょうがなかったんですけど、うん、断りました。うわースーっていう。すごい
そうなんですよ。まあ、そのね、障害担当の方がちょっといらっしゃったので、こいつのオファーは絶対答えてるんだ。さあ、CM 挟んでまだまだお話を伺いたいと思っております。今日はゲスト、北斗晶さんをお迎えしております。マキタスポーツです。プチカシマです。サンキュータコウです。せーの、東京ポッド許可局。東京ポッド許可局のオンラインイベント、配信ポッド許可局を開催します。5月30日土曜日夜7時からスタート。チケット好評販売中。詳しくは TBS ラジオイベントページをご覧ください。ここでしか聞けないおしゃべりをお届けします。オンラインでお会いしましょう。法律事務所ホームワン。今ホームワンに借金の整理をしたいとの声が寄せられています。自粛の影響で収入が減った、借金をこれまで通り返し続けるのが難しい、なんとかならないだろうかというものです。解決方法は人それぞれ。ホームワンがあなたの返済する力を診断して最適な借金の整理の仕方を提案します。0120316-2739 東京弁護士会所属弁護士法人法律事務所ホームワン。歩いていて人に抜かれることが多い気がする。長時間歩くのは気が進まない。そんなあなた、歩く力を維持してこれからも頑張っていきたいですね。そこで再春館製薬所から新登場の歩みのゼリー根の力。歩みのゼリーにはブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれています。この成分は年齢とともに低下する足の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持することが報告されています。特報ではなく機能性表示食品で、食べやすいゼリータイプです。これからも歩き続けたいという方を応援します。歩みのゼリー根の力。まずは無料のお試し3本セットから始めてみませんか？お問い合わせは 0120-777-444 777-444 最瞬間製薬所まで。文学の扉へようこそ、中島智子です。この番組は文学史に残る名作をラジオドラマでお送りし、おすすめの本もご紹介しています。ラジオシアター文学の扉、毎週日曜日夜9時どうぞお聞きください。時刻は10時26分です。ここで TBS ラジオ天気予報です。気象予報士の石上沙織さん、お願いします。はい、お伝えします。この時間9時台に比べると広い範囲で晴れ間が出るようになってきました。この後午前中は関東各地で晴れそうです。ただ午後は天気が急変する見込みです。山沿いの早いところでは午後1時ぐらいから、平野部でも午後3時頃からあちらこちらで雨が降るでしょう。雷を伴ってざっと降るところがあったり、落雷や突風の恐れがあったりします。夕方以降お出かけになるという方は傘があると安心です。さて気温ですが、赤坂でも22度を超えてきました。最高気温は25度から28度くらいの予想。今日は昨日ほどはジメジメせず、カラッとサラッと感じられそうです。さて明日も今日と同じような天気となりそうなんですね。午前中は晴れ間が出るものの、午後は所々でにわか雨があるでしょう。そして明後日土曜日になりますと、さらに雲が多くなって湿気も多くなってきます。ジメジメと感じられそうです。この時期は気温とともに湿度も上がってきて食中毒も起こりやすくなりますので、食べるものは早めに冷蔵庫にしまうなど食中毒対策も心がけましょう。以上、天気予報でした。石上さん、ありがとうございました。1967年から15年間にわたり放送された伝説のラジオ番組、金曜ナチチャコパック傑作集1974年版は好評販売中です。お買い求めはフリーダイヤル 0120-234-954 または TBS ラジオおすすめで検索してください。時刻は10時28分です。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁の桜井園子さん、お願いします。はい。
首都高速道路は湾岸線の東行き、東海ジャンクションの手前の空港北トンネル内では2車線を規制した緊急工事が続いています。11キロ、東扇島からは1時間20分くらいかかっています。影響で羽田線の上りは空港西を先頭に断続的につながって、生麦ジャンクション付近からの渋滞です。一般道は国道16号東京環状の外回りは、東京都瑞穂町と埼玉県入間市の境、日本木交差点の手前で故障車の処理が行われています。右車線が通れず1キロほど流れが悪くなっています。また都内川越街道の下りは練馬北町陸橋で作業のため2キロ半、板橋中央陸橋から通過に35分、千葉県内国道16号内回りは柏の与罰下で2キロです。警視庁から以上です。桜井園子さんでした。 TBS ラジオ交通情報、この次は10時52分頃お伝えします。あなたの思いをラジオに乗せて、みんなの生活のために頑張る人たちに、あなたからエールの言葉を送りませんか。エールを届けるラジオ便、詳しくは TBS ラジオのホームページからバナーをクリックしてください。伊集院光とラジオと北斗晶と健介と、さあ改めまして、今朝はゲストに元女子プロレスラーでタレントの北斗晶さんをお迎えしております。ここからもよろしくお願いします。お願いします。さっきの話で言うと、じゃあ健介さんの裏方やろうってなるわけ、マネジメントやろうってなるじゃないですか、はいはい、今度自分がまた出役としてこんな爆発するじゃないですか。それはもう本当に、あの会場に行った時やっぱり大ブーイングだったわけですよ。健介はその大きな会社を辞めて小さい会社にね、団体に行ったけど、そこも潰れたから出戻りみたいな形で、とにかく大ブーイングだったんですよ。もう会場行ったらもう罵声ばっかり浴びさせられて、でまして女房なんか連れてきてみっともねえ男だっていうので、もう本当はお金がないからマネージャーをするしかなかったんですけど、でプロレスってやっぱセコンドが必要で、そのこう3カウント取られるか、ギブアップか、レフリーストップか、あと TKO でタオルを投げるセコンド、こういう、いや、あの終わり方ってあるじゃないですか、まあギブアップもありますけれども、でそんな中で、あのセコンドが必要だったんですけど、私しかいなかった、ということはやっぱり女房連れてきて、女房がシャシャリ出てきてって、やっぱすっごいとにかく文句を言われたんですよ。扉開けた瞬間から大ブーイングの罵声で、その中ずっとずっとやってたら、やっぱりバカにされるわけですよ、私も、あの相手さんのセコンドの人とか、あの若手のレスラーの人とかもバカにされて、である時持ってた木刀を取り上げられて半分に折られたんですよ、パコーンって。でだからもう本当に本気で髪の毛もつかまれましたし、だから私も熱くなっちゃって本気になっちゃうわけですよ、そこで。それでもう暴れまくってたら、ある時と東京スポーツさんがの記者の方が、健介の嫁は鬼の形相で、その暴れまくってるっていうのを書いてくれたというか、書かれたわけですよ、それが大きく。でも嫁がすごい鬼の形相で、この男子レスラー相手にもう蹴ったり殴ったりすごいことになってるみたいなので、でそこからだんだん、健介の嫁は鬼の形相、健介の嫁鬼嫁みたいに、で北斗晶鬼嫁っていうのが毎日毎日毎日試合のたんびにトースポさんが書いてくれたんですよ、同じ記者の方だったんですけど、で鬼嫁鬼嫁って言ったら、罵声だったあれがトースポさんがすごい書いてくれることによって、扉を開けたら今度はその単独で夫婦で乗り込んでいって、乗り越えてるっていうふうに、やっぱり大きな団体相手にやってるっていうふうに、少しずつその文句から認めてくださる、応援してくださる方が出てきて、かっこいい。どっかで待ってました鬼嫁だもんね、もうね、待ってました、健介待ってました。そうなんですよ、だからどこ行っても今度は反対に扉開けたら、うわー出てきたみたいに、なんかやっぱり日本人のそのあれで、大きなところにたった二人で立ち向かってってるっていう、でまして子供いて、子供も預けられなかったので、子供も連れて会場でやっぱり待たしてたりとかしたので、そういう ベビーカーをして行ってたんですよ。すごいすごいね。でもそうしないと生きていけなかったんで、食べて
けなかったので。でも今聞いてるとね、支えようっていう北斗さんもいるし、うん、やっぱり流れる負けず嫌いの戦う血もあるし、それが全部多分合わさった形が今前にいる北斗さんなんだなっていう感じがする。いやもうかっこいい、もう何言われてもいいんです。もう文句言われようが何言われようが食べなきゃいけなかったんで、食ってかなきゃいけなかったんで、でそれがそのトースポさんが書いてくれたことによって鬼嫁っていうので、うんうん、そこからあのこう毎日毎日新聞に載ってるわけじゃないですか。それでバラエティ番組さんからちょっと出てくれませんかって。ただ私その女子プロ時代に全日本女子プロレスに行った時にテレビに出させていただいたことはあっても、うんうん、ただ行ってこなすだけみたいな感じで、うんうん、本業がプロレスラーだったので、ね、今度自分がオファーを受けさせていただいて、ギャランティーはこれぐらいでって、自分の価値なんかもわかんないんで、うん、まあ出させていただくだけありがたいみたいな感じで行って、うん、そこから今ならわかるんですけど、うん、どうやらその出た時の視聴率がガッと良かったりして、なぜか次オンエアが終わった次の日からすごい電話が鳴るようになったんです。まあ、自宅だったんですけど。みんな見てるんですね。やっぱりそこをチェックしてますからね。だからなんでこんなに電話が鳴ってるのかも全然その当時は分からず。だって最初僕と思って出てたもんね。はい。そうなんですよ。ね、そうだったよ。今思い出した、はい、僕と思って出てたなと。そんな中あのお仕事の幅が広がってると思いますが、はい、思いますが、うん、なんと映画。あ、そう、ね、映画ちょっとその詳細を喜入君はいご紹介します。はい、北斗晶さんそして佐々木健介さんも出演されます。映画老後の資金がありませんが今年9月18日から公開予定です。うん、出演は北斗さん佐々木さんに加えて天海祐希さん、松重豊さん、新川優愛さん、相川翔さん、そして我らが柴田理恵さんら豪華キャストです。ここ共演してるんだ。してんの。もうずっとね、去年の暮れ、あ、11月ぐらいはずっと一緒でしたね。嬉しかったです。実は、うん、あの、告知していただいたところに何なんですが、うん、あの、一番初めに私映画をちょい役で、すごいちょい役で出させてもらった時が、うん、毎日母さんっていう映画だった。その時にすっごい怖くて、うん、どうしていいかわかんないんで。でも、そこに柴田さんも出られてて、うん、柴田さんの名前があっただけで、ああ、よかったと思ったんですよ。一緒にね、主婦仲間で出て、そうなんですよ、ね、で今回も柴田さんご一緒だったんで、ああよかったと思ってさらに柴田さんだけじゃなくて旦那さんと映画で共演ってどんな気持ちなんですか。いやもちろん初めてだったので、うんうん、まあでもお二人で緊張してました。もう可愛かった。でもね、いい夫婦っていうのがね、もうにじみ出てくるの。これが9月18日から公開予定です、はいはい。少し先ですが、スケジュールに入れておいてください。はい。でね、最後にね、ずっとすごい楽しい話をしたくて、今日ね、お呼びしたんだけども、はい、いろんなことが起こってて、はい、そんな話を細かくじゃなくて、僕が興味あるところ一つ聞きたいんですけど、はい、お年頃の女の子時代で、うん、まだ何も右も左もわからない時に、悪役レスラーとして、世間から、すごい罵倒されたりとか、はい、ね、する時代を、はい、北斗さんはどうやって乗り切ってどう感じてたのかだけちょっと教えてほしい。私は、うん、もともと入門した時にあのヒールレスラーになりたかったんです。でも、うんうん、目が垂れてるという理由でヒールレスラーにはなれなかったんです初め、うん、でもある程度あの年月を重ねてヒールになれて、それでまあいろんな文句とかもそうですし、うん、当時だったらカミソリが送られてきたりとかね、うん、そんな時代じゃないですか。うん、それだって北斗さんは北斗さん、レスラーはレスラーなんて分け方してくれませんもんね。世の中は混ぜちゃうから。あの、歩いてるだけでやっぱり文句言われたりとか、うん、もうひどい時はメキシコなんかに行った時は、紙コップにおしっこ入れてそれ引っ掛けられたりとか、そんなこともありましたから、うん、ただ、気持ちというか、それをやられてる、自分を誇りに思ってました、ヒールレスラーとして。でもなんかいろんな苦境に立ってて、今いろんな形で自分には価値がないんじゃないかって思っちゃうことは、僕はいろんな人あると思うんですけど、うん、そうですね、ちょっとそこでなんとか思いとどまってほしかったりとか、自分はそういう価値があるんだっていうことが思えたらいいかな。そうですね、嫌う人が100人、うんうん、200人、300人、たくさんいたとしても、うん、もしかしたら、たった一人でも私のことを応援してくれてる人はいる。それは忘れずにいましたね。本当に生放送でね、こんなのぶつけて、本当に申し訳ないと思ってます、はい。で、その前半の楽しい話、本当にすごく楽しくて、ね、はい、すごく救われますけど、ね、はい、今後とも、犬の寝顔も楽しみにしておりました。ありがとうございます。今日のゲスト、北斗晶さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。高島玲子です。
毎週日曜日の朝、ウォーキングの楽しさや魅力について私高島玲子がお話ししています。 TBS ラジオヨネックスプレゼンツ高島玲子のトーキングウォーキングは毎週日曜日朝9時50分から。クレジットカードによるキャッシングの過払い金は中央事務所、代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。実際に取り戻した三浦さんに話を聞きました。過払い金はいくら戻ってきたんですか？はい、100万以上ありました。もう通帳見てわーっていう感じでしたね。すごいって。家族、職場、友人などに知られる心配はありませんでしたか？徹底して個人情報を守られていたので、私は安心して中央事務所さんにお任せすることができました。まずはお電話5分の過払い金無料診断ダイヤルであなたの過払い金をご確認ください。0120-10-10-10-10-10-10。埼玉県からのお知らせです。生活必需品などのお買い物はできるだけお一人で空いた時間に、そして計画を立てて短時間で行いましょう。レジに並ぶ時は前後にスペースを空けましょう。皆さんのご協力をお願いします。TBS ラジオをお聞きの皆さん、あなたの会社や商品、キャンペーンを TBS ラジオで紹介しませんか？ CM 内容や価格などお気軽に何でもご相談ください。詳しくは TBS ラジオ広告で検索できます。ご連絡お待ちしています。毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング、今朝の担当は TBS ラジオキャスターの柳沢レイさんです。よろしくお願いします。お願いします。今日は歩きやすくて長時間歩いても疲れにくいヨネックスパワークッションウォーキングシューズをお買い得価格でご紹介します。これ評判いいですよね。はい、一度履いたら他には戻れないというリピーターが多い、ヨネックスのパワークッションウォーキングシューズ、はい、歩きやすくて疲れにくいという評判が口コミで広がって、TBS ショッピングだけでシリーズ累計10万足以上売れています。歩きやすくて疲れにくい、その理由は衝撃を吸収して和らげ、瞬時に反発力に変えることができるヨネックス独自の衝撃吸収剤パワークッションにあります。ではその実力がわかる実験をしてみましょう、パワークッションの上に1メートルの高さから生卵を落とします。いきますよ、せーの。うわ、はい、はあ、異常なし、異常なし。今本物、本物の生卵ですよ。茹でてないですか？ね、はい、じゃあ話続けといて、俺この卵割ってみて。はい、今ね、だってあんなに、はい、50センチぐらい高さまでね、跳ね上がりましたよ ね。これポンポコポンポコ、はい、パワークッション、続けていいよ、割れるとこ探してるだけだから、はい、パワークッションが生卵にかかる衝撃を吸収し、うん、それを瞬時に反発力へと変えたんですね。このパワークッションが靴の中敷き全体と衝撃のかかりやすいかかとや足指の付け根部分にも重点的に使われていて、歩くときに足首やかかと、膝などにかかる衝撃を和らげて、しかも同時に次の一歩を踏み出す力に変えてくれるんです。あの紙コップが用意できましたので、はい、はい、目の前で、あ、完全に多分生卵だ。むしろこれ殻の方としては割れやすい、すごい割れやすいです。全然大丈夫、黄身もまん丸のまま、この生卵ということが証明されましたね、はい、この卵さえ割れないパワークッションがスッスッスッと自然と足が前に出てくれる力をくれるんですね。そしてハイテク素材でありながら軽いのも魅力です。いや、ここ大事なのよ、ハイテクで丈夫をやると重くなってくる、はい、ですよね。ところが軽いんです。ちょっとしたお出かけなど普段使いはもちろんビジネスにもおすすめです、はい、長時間歩くほど違いが分かりますよ。そうなんですよ、ね、私朝ね1時間ぐらいずっとウォーキングするんですけれど、はい、もう全然足疲れないよ、本当に。なんか弾むような感じですよね。そう、どんどんどこまで行ってもいいなって思って、どんどん歩けちゃう。本当にいくらでも歩けるんです、はい、柴田さんの他にも芸能界にも愛用者が多く、うん、特に女優の高島礼子さんは大のお気に入りでテレビの旅番組などでもよくパワークッションを履かれているんですよ、うん、靴の素材は天然の革に似た風合いで高級感のある撥水人工皮革、靴底は滑りにくい設計で梅雨の時期のお出かけも安心です。そう、
雨降っても大丈夫だし、ね、あの草の中歩いてもね染みないからいいんですこれ。で犬のお散歩とかでね、うん、結構犬が草の方行きますけどね、はいはい、安心なんですよね。つま先はゆったり幅広の 3.5E 紐靴タイプですが、内側にファスナーがついているので脱ぎ履きも楽にできます、うん、飽きのこないシンプルなデザインで、男性はスーツから普段着まで、女性もパンツはもちろんスカートにも合わせやすいと好評です、うん、色はメンズがブラックとダークブラウンの2色、レディースはブラックにダークブラウン、そして深みのある紫色のグレープと人気の3色をご用意しました、うん、そしてお値段もとっても魅力的。まだヨネックスを履いたことがないという方はもちろん、愛用者の方も2足目3足目のチャンスですよ、うん、ヨネックスパワークッションウォーキングシューズ LCMC41 はメーカー希望小売価格税込み 1万780円のところ、お買い得な税込み9877円、9877円です、うん、1万円切りました、ね、しかも送料も無料です。お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-954 0120-234-954 番です。お届け返品などについてもお問い合わせください。また TBS ラジオのホームページからもご購入いただけます。お電話がつながりにくい場合はインターネットをご利用ください。 TBS ラジオショッピングでした。いつもいいものありがとうございます。ありがとうございます。さこみちよ、色気より食い気に走らせる憎いやつ。伊香保温泉入り口西方亭の湯の花まんじゅう、いい味出してるな。西方亭の湯の花まんじゅう。メガネの板垣はキャッシュレスポイント還元事業登録店舗です。クレジットカードやスマホでお支払いいただくと 5% 還元、お得なチャンスをお見逃しなく。対象の決済方法はメガネの板垣各店へお問い合わせください。メガネの板垣。クレジットカードにも可能性があります。過払い金、例えば銀行系のカード、流通会社系のカード、信販会社系のカードなど、様々なクレジットカードのキャッシングで実際に過払い金が発生しています。過払い金があるか無料診断できます。カードや明細がなくても大丈夫、調査無料。過払い金を取り戻せなければ一切費用はかかりません。まずはお電話を。ガイア総合法律事務所 0120-077-557 0120-077-557。 いただきます。おいしいね。愛に満ち愛されるスーパーロピア。ロピアで始まる暮らし、食生活ラブラブロピア。楽しく感動できるスーパーロピア。法律事務所ホームワン。債務整理はお任せを。相談実績20万件。相談だけでもしてみよう。0120-316-279。東京弁護士会所属法律事務所ホームワン。ご存知ですか？筋肉のおよそ 70% は下半身についていると言われています。遠くまで歩くのが億劫、歩いていて人に抜かれることが多い気がするという方、これからは歩く力を維持していくことが大切です。おすすめは再瞬間製薬所の歩みのゼリー根の力。歩みのゼリーにはブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれています。この成分は年齢とともに低下する足の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持することが報告されています。特報ではなく、機能性表示食品です。これからもしっかり歩きたいというあなたのための食べやすいゼリーです。新登場の歩みのゼリー、根の力。まずは無料の3本セットを試してみませんか？お問い合わせは 0120-777-444、777-444、最瞬間製薬所まで。時刻は10時47分です。ここで TBS ニュースです。ニュースデスクの水野真由美アナウンサー、お願いします。はい、お伝えします。神奈川県川崎市の路上でスクールバスを待っていた児童ら20人が殺傷された事件は、今日で発生から1年となり、事件現場では今朝、学校関係者らが祈りを捧げました。この事件は
去年5月28日午前7時半過ぎ、川崎市多摩区でスクールバスを待っていた市立カリタス小学校の児童らを、両手に包丁を持った岩崎隆一容疑者、当時51歳が次々と襲ったとされるものです。保護者で外務省職員の小山聡さん、当時39歳と、カリタス小学校6年の栗林花子さん、当時11歳が死亡し、児童ら18人が重軽傷を負いました。岩崎容疑者は現場で直後に自殺していて、容疑者死亡のまま殺人などの疑いで書類送検され、不起訴処分となりました。日本時間の今朝予定されていた、およそ9年ぶりとなるアメリカからの宇宙飛行士を乗せた宇宙船の打ち上げは、悪天候のため延期されました。NASA、アメリカ航空宇宙局は、日本時間の午前5時半過ぎに、南部フロリダ州のケネディ宇宙センターから、民間企業が開発を主導し、史上初めて有人での宇宙船の打ち上げを予定していました。しかし、打ち上げ予定時刻に周囲で雷が発生する可能性があったことなどから、この日の打ち上げの見送りを発表。スペース X 社が開発した宇宙船クルードラゴンの打ち上げは、日本時間の31日午前に延期されることになりました。カナダの裁判所は27日、中国の通信機器大手ファーウェイ副会長のアメリカでの起訴内容はカナダでの犯罪行為に当たらないとする主張を退けました。ファーウェイの副会長モー・バンシュー被告は、おととし12月、カナダ当局に逮捕され、その後、アメリカ司法省にイランとの違法な金融取引に関わったとして、詐欺などの罪で起訴されました。カナダでは起訴内容がカナダの法律でも罪に当たらない限り、他国への身柄の引き渡しは禁止されていて、モー被告側は、アメリカでの起訴内容はカナダでは犯罪行為に当たらないと主張していました。この主張が認められれば、モー被告は直ちに釈放される可能性がありましたが、バンクーバーの裁判所は27日、モー被告側の主張を退ける判断を下しました。今後は身柄を拘束した際の手続きが適法だったかどうかなど審理が続く見込みです。以上ニュースでした。TBS ラジオ新型コロナウイルス変異フロントライン。この時間は首都圏の新型コロナウイルス関連の情報をまとめてお伝えします。まずは首都圏の感染者についてです。はじめに東京都です。東京都では昨日新たに11人の新型コロナウイルスの感染が確認されました。東京都によりますと、11人のうち感染経路が不明なのは8人で、飲食業や接客業の患者が複数いたということです。都内の新規の感染者は今月25日が8人、おととい26人が10人と10人前後で推移していて、昨日で2日連続の2桁となりました。また昨日は新たに4人の死亡が判明しました。これで都内の累計感染者数は5181人。昨日までに296人の死亡が判明しています。東京都の担当者は、マスクをつけない人も見かけるので、引き続き注意してほしいと呼びかけています。続いて、神奈川県です。神奈川県では昨日、新型コロナウイルスに感染して入院していた70代の女性が死亡し、新たに5人の感染が確認されました。神奈川県によりますと、死亡した女性は3月下旬に感染が判明し、おととい死亡しました。また感染者5人のうち2人は、患者ら15人に感染が拡大している横浜市泉区の湘南泉病院の入院患者です。横浜市は今月25日、この病院に2回目の立ち入り調査をし、消毒の徹底を指導していました。続いて千葉県です。千葉県では昨日、松戸市の70代の女性の新型コロナウイルスの感染が確認されました。千葉県内で新たな感染者が確認されたのは、今月21日以来6日ぶりです。一方、茨城県や栃木県、群馬県、埼玉県では
昨日新たな感染者は確認されませんでした。日本郵便は新型コロナウイルス特措法に基づく緊急事態宣言が解除された北海道、そして東京都と埼玉、千葉、神奈川の各県で明日から郵便局の窓口の業務を終える時間、就業時間を通常に戻すと発表しました。就業時間は郵便業務が午後5時まで、金融業務が午後4時までになります。業務を始める時間、就業時間は当面通常より1時間遅い午前10時で変えないということです。対象は5都道県の4767の郵便局です。これまでは新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため午後3時で窓口を閉めていました。千葉県市原市は新型コロナウイルスの感染拡大が収束した後の社会、アフターコロナにおける行政サービスのアイディアを民間事業者から募集することを発表しました。市原市ではすでに職員の時差ランチやクラウドファンディングによる飲食店への支援を進めていますが、新たにアフターコロナ公民連携事業として新しい生活様式で必要な市民向けの行政サービスのアイディアを民間事業者から募集することを決めました。アイディアが採用された事業者には市長や副市長など特別職の給与をカットするなどして支出する予算を使い、最大1000万円を補助するということです。新型コロナウイルスの影響でいわゆる3密の防止やマスクの着用など新しい生活様式が求められる中、厚生労働省と環境省は熱中症予防対策を公表しました。気温や湿度が高い中でマスクを着用すると熱中症のリスクが高まる恐れがあることから、屋外で人と少なくとも2メートル以上離れることができる場合にはマスクを外すよう求めています。またマスクを着用しているときは強い負荷の作業などは避けた上、まめに水分補給を行ってほしいとしています。そして感染予防のため屋内で冷房をつけていても換気扇を回したり窓を開けたりして換気を確保するなどことなどを求めています。 TBS ラジオ新型コロナウイルスデイリーフロントライン、首都圏の新型コロナウイルス関連の情報をまとめてお伝えしました。お聞きの放送は FM90.5MHz、AM954kHz、TBS ラジオです。ラジコでもお楽しみください。時刻は10時56分です。ここで、物流は新領域へ、ロジスティードの日立物流がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の桜井園子さん、お願いします。はい。首都高速道路は湾岸線の東行き、東海ジャンクションの手前では緊急工事が続いていますが、右側の車線規制に変わっています。車は流れ始めています。東扇島付近からつながっています。影響が残って横羽線の上りは浜川崎で5キロ、生麦ジャンクションから25分かかっています。一般道は神奈川県内、国道246の下りは下長津田で4キロ、青葉警察署付近からつながっています。埼玉県内は県道埼玉富士見の所沢線の下りは西区の自水橋で2キロ、千葉の国道16号内回りは柏の湯葉塚で2キロ、都内はこの時間も川越街道の下りが練馬北町陸橋で作業が続いて2キロ半、板橋中央陸橋から30分くらいかかっています。警視庁から以上です。桜井園子さんでした。次の TBS ラジオ交通情報はこの後11時25分ごろ、ジェーンスー生活は踊るの中でお伝えします。プロのドライバーですから運転には自信があります。でも事故リスクは思わぬところに。え？日立物流が進めているスマート安全運行管理システム SSCV はドライバーの皆さんの身に潜むリスクを感知し安全運転を支援します。事故ゼロ社会を目指したい
日立物流。さあエンディングのお時間でございます。今日の山崎賞のメッセージですが、はい、母校が鹿児島の伊集院高校なので伊集院ですって言うたびにちょっと懐かしいと思ってくれる。はい、はい、元藤娘さんには美味しさと品質の山崎からデザートギフト果樹園初と一口羊羹の詰め合わせをセットにして山崎からプレゼントいたします。さあそして伊集院光ラジオのプレゼントを伝えなどで使える商品券3000円分を3名様です。福生市にお住まいの小峰道恵さん、相模原市にお住まいの岡本真理子さん、松戸市にお住まいの小松太郎さん、おめでとうございます。おめでとうございます。ぜひ群衆名もなく貧しく美しくマルコビッチの穴見てください。よろしかったら見てください。面白いですよ。はい、さあ明日のゲスト喜入君からお願いします。はい、明日金曜日の有馬隼人とラジオと山瀬真美と、ゲストは京都大学総長の山際十一さん。山際十一さん。十一さん、はい、ゴリラやチンパンジー研究の世界的権威として知られています。ちょっと面白い話聞けるかもね。はい、うん、なんか霊長類を通して人間ってなんだみたいなことが見えてくるっていうか、なんかそういう感じで俺はもうめちゃめちゃ興味ある人ですね。ちょっと注目してます。はい、あとはですねこの数秒で言える告知としては、はい、爆放フライデーに柴田さんが出ます。はい、はい、明日夜7時から TBS テレビです。はい、特にあの柴田さんファンとワンちゃんが好き犬が好きという方は見てもらうと楽しい内容になってると思います。はい、ということでこの時間のお相手は喜入智広と柴田理恵と伊集院光でした。喉に違和感があったら、喉直接潤う、龍角散ダイレクト。第三類医薬品です。5本といえば、龍角散が11時をお知らせします。